始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス。埼玉。相手吉田浩一と勝野智でお送りします。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。俺間違ってないですよね。大丈夫ですよね。ってことなんですけど、大丈夫ですね。はい。ということですね。まだ浜ちゃんはいらっしゃってもらえてないんですよね。はい、なので、今日はですね、セレッソ大阪のサポーターの、はい、浜ちゃんこと、浜田俊平さんがいらっしゃるということなので、はい、待ちたいなと思うんですが、ちょっと不安なので、はい、もう一度、送ってみたいと思います。はい。言ったらいいんだよな、若い人は。若い人はツイッターでいいと思いますので、メッセージが来てますね。メッセージが来てるんですけど、浜ちゃんじゃなかったですね。浜ちゃんにもう一回 ID を送りたいと思います。いや、たくさんの人にですね、はい、浜田さんが出ていらっしゃる、出てくれるということですね、はい、はい、ファンの方にフォローしていただいて、はい、本当に感謝でございます。はい、ありがとうございます。はい、まあ、早速、まず、じゃあ、出席を取っていきたいと思います。はい。はい、ライブマネージャーの F。ああ、こんばんは。こんばんは。そして、トトロさん、どうもありがとうございます。早くあなたの作ったお芋、はい、焼き芋が食べたいです。そして、はじめまして。はい。何て読むか。カシーさんってお読みするのかしら。何てお読みすればよろしいんでしょうか。こんばんは。よろしくお願いします。ともきさん。村さん、どうも、こんばんは。はい。こんばんは。浜ちゃん、このタイミングで登場するって待ってますね。はい、持ってます。あ、持ってますね。基本的に今までスムーズに入ってきた人は誰もいません。ゼロですね、過去。ゼロでございます。はい、なので、あまり気にしなくていいです、はい。最高に時間かかった男はあの男。はい、伝説の20世紀の男。そうですね、伝説ですね、今や。ガイナーレ鳥取、取締役 GM。はい。はい、岡野正幸が45分かかっております。要は前半終わってますから。前半終わってますけど。前半終わった頃に。はい、お父さん、トークいいね。トークいいね。はい。アキラさんどうも、皆さんこんばんは。やってきました、フライデーナイト。はい、発想のお仕事来ました、はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。送らせていただきました。あ、こんばんは。こんばんは。FUG 国際部の、はい。パフィーちゃん、はい、こっそり仕事してくださっておりまして。はい、ま、あの、思いっきり丸投げですからね。フィーリングだけ投げて。はい。はい、見ましたさっき。見ました。はい。思いのほかよくないですか。はい。私はいらないんじゃないか。私がいらない。解任。私はいらねえんじゃないかって。解任。何言ってるんですか。あの、私は大体あれですからね。はい、はい、シニアモデルですからね。ほうほうほう。わかります？シニアモデル。シニアモデルね。秋吉さんどうもこんばんは、はい。熊本からありがとうございます。はい。そして、お届きましたね。うん。駒場さん。やっと駒場さんと、はい。つながるじゃないですか。どなたか。ああ、つながりましたね。わかりました。ありがとうございます。はいはい、そして、今、駒場さん、この上のアイコンのところ見えてると思うんですけど、うん、これが、ご感想いただけると、ニット帽のご感想、お願いします。はい。トシさん、どうも、こんばんは。山梨からありがとうございます。カントナさん、どうも、こんばんは。お世話になります。すごいですね。FUG ファミリーがたくさん続々と。そして、浦和うなぎさん、どうも、こんばんは。まあ、メンバーシップの皆さんどうもありがとうございます。そして、中村さんどうもありがとうございます。こんばんは。先ほどはラジオでありがとうございました。孝太郎くんどうもこんにちは。あ、こんばんは。
FUG ファミリーでございます。吉田さん、勝野さん、FUG を愛している皆さん、こんばんみ。皆さん、どうもありがとうございます。皆さん、そろそろどうですか？メンバーシップの方に、メンバーシップ入りでどうでしょうか？はい、そろそろ新しいのありますよ。ノースゲートさん、どうですか？そろそろありますよ。ありがとうございます。月の皆さん、2月14日に始まる大河ドラマの深谷のヒーロー、渋沢じいさんですよって、剣北舐めんなよって、あ、どうも。いつも、いつもありがとうございます。はい、多分今、剣北と言われてですね、今回は大阪府の方もいらっしゃる、見られてると思うんですけど、はいはいはい、我々埼玉県人でございまして、はい、剣北というのはですね、うん、主に熊谷とか、深谷、本庄、そんなところを言います。秩父って言ったら分かりますよね、皆さんね。そっちの方でございます。そうですね。はい。で、まあ、ここにも書いてあるんですけど、2月14日に始まる大河ドラマですね。今年は2月14日から始まるんですけど、はい、渋沢栄一さん。はい。渋沢栄一さんを生んだ深谷市でございます。あんまり興味ないですね。それ聞いただけで。僕はですね。舐めてないですけど。そうですね。今、ちょっと、あと、すいません。今ですね。はい。皆さん、もし浜ちゃんにすぐ連絡が取れる方はですね、浜ちゃんに連絡を入れて、もうみんな待ってるよって言ってください。そうですね。メールとか LINE じゃなくて電話してほしいですね。浜ちゃん。浜ちゃん。やばいぞ。みたいな。まあ、どうなってる？みたいな。電話してください。大阪の方。そうですね。これじゃ、ちょっと繋いでもらおうかな、違う人に。せっかくなんで。うん、そうですね。第一世代の、鍵屋さんは名字なんつったっけ？松田さん。松田さん、そうだ。いつも忘れちゃうんだよね。松田さんの書いとこ。あ、松田さんの話してくださいよ。多分、セレストの第一世代の人も、はい、あ、すいません。失礼しました。県北ではなくて、県北だそうです。あ、県北、ああ、そこ間違えちゃダメですね。大事です、ね。すいません。はい。まあ、どっちでもいい情報なんですけど。本当ですね。県北ですよね、県北。県北。北部、北部ですよね。あ、ジャンプさん。もうね、電話してますって。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。いや、いいんですよ。この、ね、いつ来るかわからないって、いつ来るかわからないっていうところが、作るかわからないというかたまらないわけですよ。いや、これセレッソの方っていうのは裏に対してこうなんかすごく優しいんですよ。お、松田さんもうヤンマ時代の松田さんはじめ裏もなかなかですが、セレッソさんや遺跡や強化部監督のごたごたなかなか大変ですね、うん、その辺聞いてみたいと思いますね、うん、そして、都会に引っ越すと脱北と言われますそうでしょうね。あなた脱北組じゃないですか。脱北組ですね。脱北組ですよね。あ、ゲックさんかっこいいじゃないですか。こんばんは。あ、かっこいいですね。今日見てくださいこれ。またそれ今流行っ、ね、流行ってますかね。FUG ファミリーにはね。はい、FUG のはい、いいですよ。このじゃあそろそろですかね。そろそろ登場ですかね。そう。村さん、セレッソ親父言わない。松田さんだって。浜ちゃん、そろそろいいですかね。こちら向いてちょっと、あったら手でも上げてもらえると。おなるほど。じゃあ、そろそろ行きたいと思いますね。はい、まあ、一応ですね、いつ来るか、いつ来るか、いつ来るかって、これたまんですね。ヨヘウィさん、面白いって、面白いんですよ、本当に。面白いんですね。ゲックさんの格好、これマジかっこいいですね、これ。はい。フレッド・ペリーにかっこいいな、これ。はい。それで、セレストと聞いて飛んできました、菊池さん。あ、そうなんですね。はいはい。ですね。あれ、菊池さんは G の人でしたっけ？ああ。確か G の人じゃなかったですか、確か。いいですね。それ、G の人にもいろいろ聞きたいですね。あ、こんばんは。セレッソの人は優しいですね。アマンさんは、うちの J2 卒業の時にピエール滝の番組にお世話になったので楽しみです。おー。っていうか、また来てくれるんですよ。みんな今日すごい来てくれてますよ。いろんな。すごいですね。
そろそろですね。顔、大丈夫ですか？貯めた方がいいですね。OK ですね。じゃあ、登場でございます。はい。浜田俊平さんでございます。どうも、こんばんは。こんばんは。どうも、こんばんは。こんばんは。はじめまして。私、吉澤浩一と申します。よろしくお願いします。浜田と言います。浜田俊平です。あ、勝野さん。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が51歳。今、年齢間違えそうになりましたよね。はい、52歳って言ってたんだけど、私が51歳。今度の春で52歳になります。はい、そして、この、おじさんが、現在何歳になったんですか？ 64 ですね。おお、すごいですね。64歳です。64歳。今度の誕生日が65歳になりますんで。年金もらえますね。で、あと多分、ワクチンも優先的に回ってくるようになります。ああ、ちょっと1歳違いますね。いや、多分ね、今度なる人 OK だから。マジっすか？マジっすよ、マジ。だから俺、嬉しいですね。ニュース見ながら、なんだ、パパ活がワクチン打てんじゃん、みたいな。あ、じゃあ、打った感想を最初に皆さんにお伝えしますね。なんもう動画撮るに決まってんでしょ。はい。パパ活。行きましょう。パパ活コロナのワクチン打ちに行くっていうのを、いいんじゃないですか。はい、早速でございますが、まあ、はい、恒例なんですけど、こちらの我々の FUG ライブマネージャー F の方から、どうも、浜さん。はじめまして、FEG へということで。ありがとうございます。ワンコインいただきました。ありがとうございます。我々が円滑に運営できるように、お金がいっぱい入るといいなと思ってるんですけど。そうですね。あ、G なので楽しみにしてますってことです。おー。ね、やっぱりね。はい。G の人は楽しみでしょうね。まあ、それ。お、いい男、惚れたって、うん。ありがとうございます、もう。惚れたんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、いいね。この、浜ちゃんの、浜ちゃんって俺言っちゃっていい？あ、全然大丈夫ですよ。もう、浜ちゃんのさ、こう、部屋は、昭和の匂いがすんね、はい。あのね、あれなんですよ。なんて言ったらいいんですかね。親が長いこと住んでた家に住んでます。うん。いや、なんかね、安心する、その、後ろの感じ。もう、よかったです。ね、来た、よろしくお願いします。お願いします。パフィーちゃんは、毎回言うんですけど、第一世代の女子です。よろしくお願いします。始まった頃からよく知ってる人ですね。で、浜田さん、セレッソの皆さん、こんばんは。アキラさん、長野にいる FEG ファミリーです。よろしくお願いします。モーティンさん、こんばんは。モモティンさん、僕知り合いですね、これ絶対に。あ、そうですね。どうも。大阪の方ですね。はい、おそらく、今、岩盤浴からコメントしてるかと思います。ああ、なるほど。FUG のチャンネル登録、どうもありがとうございました、モモティンさん。はい、ありがとうございます。はい、今後、まあ、今考えてるのはですね、浜ちゃん、ボスティー作ろうと思ってるんですよ。はい、なるほど。なんで、今度写真いただけると思うんですけど。はい。日本全国ボスティで、うん、今もう第4週に来たので、はい、山本圭吾、うん、豊川亮太、はい、近藤文隆、そして浜田俊平と今4人揃いまして、まあ我々漏れなく2人入りますんでボスティに。いやいや、もう全然大丈夫ですよ。何人入れたら T シャツできるかなと思ってるんですけど、しっかりピンク色を作っていただけると嬉しいですね。あ、全然問題ない。そうですね。はい。もうピンク着たらもう僕は日常でも着ますよ。うん、あ、てか、これのピンク作る？作りましょうか。いやいや、パパカスね、T シャツ屋さんなんだよ。あのね、しかも僕ちょっとプチ情報を仕入れてきまして、坂本くんの同級生が、子供さんみたいな。そうです、そうです。キャプテン。はい。そうだ。なんか、いい情報を仕入れたんですけど。どっからそんな情報？いや、なんか、東洋大学を応援してる、セレッソのファンの子がいて、はいはい、あ、そう。で、うん、
その人から、はい、立つの時のキャプテンがお父さんやでみたいな。そうです。そうなんです。そうなんですよ。いやーもう、はい、すごいいい選手です。立つですか。はい、立つくんは。ああ、はい、そうですね。浜ちゃんさ、はい、パパ活の家に、パパ活の家に、はい、来るんだよ。はい、坂本くんは。ああ、そうなんですか。そう。はいはい。いや、だから僕、今日ちゃんとこれ、なんかね、クラブがすごい、ちょっとお世辞にもかっこいいとは言えない、はい、T シャツを出したんですよ。どれどれ誰のですか。坂本くんのこれです。切り返し。切り返し。切り返し。まあまあまあ。なぜか僕このシャツ持ってたんで今日はそういう縁もあって。いいんじゃないですか。はい。はい、着てきました、はい。クラブが出したの？そうなんですよ。なんかね、なんか期間限定で、大阪はまあ一応大都市じゃないですか。はい。まあただやっぱホームタウンとしてその梅田とかその難波とかも入ってるんですけど、うん。やっぱそっちの方にまだマーケティングとしてうまくいってないっていうのがあるみたいで、うん、で、なんか梅田の駅に期間限定でスレッソショップを出して、なぜかこの T シャツを売るという。いや、その切り返しの T シャツとね、後ろの襖とね、はい、そのネクタイがこう垂れてるところかね、はい、昭和な感じがしても、ね。いや、もうあれ、全然。これ俺たちの部屋だよね、多分ね。時代としては俺たちの絵で、こたつとか入っててくれたらもう最高に嬉しいけどね。こたつがないっすね。すいません。リラックスしていきましょう。やっぱおしゃべり上手なんだよね、はい。どうなんですかね。まあなんかもう、ようしゃべるのは普段はようしゃべってます。なんかね、一応そういうふうに聞いてきて、で、どうしても、まあ我々も、こう、なんですかね。僕ら基本すごい緩い番組なんですよとか嘘になっちゃうかもしれない。どちらだとこう硬いか柔らかいかっていうと硬めなんですよね。応援スタイルとかも。はいはいはい。あの昔。うん、はい。あ、入ったよ。切り返しに250円。250円。素晴らしい。ナイスパップ。ナイスパップ。コメントの入りはね、過去最高に早いね。うん。今年、今日は、ほら、後ろ開けたらドラえもん寝てそうって言ってね。その辺の仕込みは今日はないよね。うわ、それ、いや、すぐ仕込めますよ。すごい。浜田さん。やすこさん。いつも。やすこさん。これもしかしたら、大先輩かもしれないです。うん。谭優香さん。谭優香さん。浜田さん、こんばんは。大体においてイケメンだね。モテそうな顔してるね、うん。若いしね。いくつですか？いや、でも僕も30になりました。おー、全然若いなぁ。浜ちゃん、二十歳ぐらいかと思った。いやいや、もう。目悪いだろ、親父。え？ん？それ、二十歳は親父目が悪いだろ。いや、まあ二十歳はね、もう。でも、あんまり変わってないですね。若い頃から海外行ったりとかしてたんでしょ？まあ、ちょっとチェック入れさせてもらったけど。まあまあ、まあでも、高校を卒業してからぐらいですけどね。うんうんうん、キムさん知ってる？キムさん。エフトのサポーターかな？ああ、はいはい、キムさんわかりますわかります。それこそさっき言ってた。その東洋の子がよく一緒にいますね。うん、すごいと思う。その子分かった僕。分かりました。すごく細くて。あ、そうですそうですそうです。スラッとした173歳ぐらい、はい、5ぐらいあるのかな。あ、そうそうです。メガネかけてる子ですよ。ああ、分かりました。ヒムさんとよくいますね。そうですそうですそうです。はいはい、はい、なんか彼はそうだね、セレッソっつってたね。そうです、はいはい、鹿島に一緒に来てた、鹿島だったから、なんか、うん、なんでか知らないですけど、セレッソの試合に、うん、一緒に来てましたね。うんうんうん。なるほど。世間は狭いね。そうですね。狭いですね。世界は狭いね、本当に。
だから東洋の試合に、うん、あの保護者以外でなかなか来る方ってそんなに多くないんで、しかもキムさんに紹介していただいて、いつも本当にしょっちゅう来ていただいてたんで分かりました。ジュン・エイティさん、こんばんは、はい、お友達かな、はい、後ろ開けたらまさか慶吾さんがいたりとか、めちゃくちゃそれ怖いもう待ってでも慶吾さんに一個聞きたいことがあって、うん、そのブルーノ・メンデスが福岡に行ったんですよね。はいはいはい。で、その、まあ、自分らのブルーノ・メンデスの歌がすごい去年、おととし、バズりまして、うん、もうブルーノ・メンデスのプレーとか、その、そういう性格とかよりも歌で、イメージがついちゃったんですよね。うん、だから、なんかその、そういう選手が、移籍したときに、なんかこう、歌とかどうなるんやろうなっていうのは今めっちゃ気になってます。いや、あれはもう、やっぱり九州のドン次第じゃないの、やっぱりそこ。いや、まあそうなんですよね。ちょっと九州のドンになるね。やっぱりこう、こういう人からも。ふみちゃん、どうも。ふみちゃん。先週はありがとうございます。ねえ、ふみちゃんはどちらかと言ったら、柔らかいか硬いかったら、硬派ですからね。ふみちゃんは、こう、ふみちゃんはもう裏は来たらめちゃくちゃ俺たちが可愛がるタイプですね。まあ、すぐ人しばきますからね。そうなの、ふみちゃんは。いや、まあ、それ以上はちょっとご時世があるんで、はいはい、あれですけど。ね、いや、まあ、どう、そうなのね。近藤さん、こんばんは。あんまね、悪口言うと出てくるから気をつけた方がいいと思います。今、大変ですからね、もう何にとっても。ああ、じゃあ、ちょっとサポーターの話聞いてみようかなと思うんですけど、はい、まあ、30歳ということで。はい。まあ、毎回聞いてるんですけど、はい。初めてスタジアムに行ったのっていうのはいつくらいだったんですか？僕、セレッソを好きになった理由が、うん、もう、単純に近所だからなんですよ。おぉ。まあ、自転車で10分、15分ぐらいあれば行ける距離にいるんですけど、まあ、長井公園っていうそのスタジアムがある公園が、うん、まあ、もともと身近にあって、うん、で、まあ、なんて言ったんですかね。セレッソ自体はやっぱまあ地元のチームっていう感じで、まあずっとやんわり応援っていうかまあたまに見に行ってばみたいな感じで、うん、で、高校生になったぐらいの時に、うん、その当時にもう中心部で応援してるやつが、同級生になりまして。で、もうそいつはまあなかなか癖の強いやつなんですけど、ちょっと待って、浜ちゃん、癖が強い人が癖が強いって言っちゃうよ。いや、もう、僕、もうなんか、まあ違うジャンルの癖ですね。で、なんか、もうそいつと、クラスも違うし、うん、校舎も違うのに、うん。しかも僕はセレッソ好きだってことは、そいつには全く言ってないのに、うん。ある日突然、僕に急に声をかけてきて、うん。お前セレッソ好きらしいな、って言われて、俺じゃないの？急にそんなことを言ってくるから、こいつは誰やと、うん、なったんですけど、なんか、スタジアムに行ったら、まあ、そいつがおるんで。で、まあなんかね、そうなんですよ。だから、最初は全然、まあほんまにその辺で見てるって感じ、なんかゴール裏でがっつり応援してるとかでもなく、なんかもう適当な席で適当に見てる感じだったんですけど、うん、まあセレッソのことは好きだったので、うん、なんかこう中心、そういうなんか、まあそいつと、まあ知り合いになって、で、まあそこにいる仲間の人らちと知り合いになっていくうちに、まあ一緒に応援するようになって、うん、まあ、まあ好きだったので、うん、こう、一生懸命サポートしようっていう気持ちで、
うん、始まりましたね。それがだから10、高2、高3ぐらいなんで、高3ぐらいですかね。うん、17とかそれぐらいですね。そこから始まっちゃったんだね。うん、まあそういうことですね。まあ、始まっちゃってからはね。まあ、ね。どうですか、そのサポーターライフは。まあもちろん何の後悔もないですし、なんて言ったんですかね。まあやっぱりやることは常にあるというか、うんうん、まあクラブを支えるためのその行動みたいなものはね、なんか尽きることなくできるんで、うん、まあいい趣味を持ったなと思ってます。あれ、何、その T シャツとかは支給？いやいや、もうだからあれですよ。やっぱさすがにね、クラブから何かもらえるってことはほとんどないんで、もうなんか、それこそ、レッドブルぐらいです。あ、レッドブルはもらえるの？いや、レッドブルもらえないんですけど、なんか、レッドブルさんがそれこそ、なんか、たまーに、なんかそのスポンサー絡みみたいな時に、なんかよかったら飲んでくださいみたいな感じで、いただけたりすることはありますね。あ、やっぱね、世代が違うから、そういうのはあるね。そういうのはね、いいこととか悪いことったら、やっぱ俺らの時代は、J リーグのスタートの頃じゃないですか。はい。まあ、携帯とかもまだ怪しい時代だったんで。うん。おじさん持ってましたけどね。ああ。おじさんは持ってましたけど、もうおじさんだったんで。なるほど。かっこよかったんですよ、この人。髪長くて。その。当時。当時。この人はもう髪がこんな長くて細くて。はい。もうちょっとやっぱり30代の半ばくらいだったんだけど、まあ、ちょっと30代の半ばにしちゃ全然違うおしゃれなおじさんだったんですよ。持ってました。モテたんじゃね、ギャルばっかりでも周りに。ギャルいいじゃないですか。だって、ギャル向けの服屋さんだったから。マジで。顔の黒い子とかばっかりだった。まあ、それもちょっと時代ですね。その時に、ポケットベルって知ってる？まあ、僕は使ったことないですけど、はい。わかりますよ。ポケットベルをね、30代くらい渡されて、はい。それタダで使えたね。それを全部持たされて、持たされ、まあいいよ、お前ら使っていいよって言って持たされて、まあ非常にそういう部分では、こう、使っていいよってクラブを持ってきたの。なるほど。なんかこう、俺使ってほしいって言うんだけど、使うって言うから使うって。まあそういうのがいくつかあったよね。でも、持たされたやつもたまったもんじゃないけどね。こう、近所で好きになるっていうのは正しいと。うんうん、ねえ、まあそうなん、でもまあ、やっぱ、まあ近所を、僕は近所やからっていう、すごい、まっすぐというか、もう単純にそれだけなんですけど、まあ、彼はね、清水エスパルスのファンで、ね。ああ。はい。僕がお世話になってる編集者の人ですね。なるほど。僕も清水方面は大変お世話になってるんで、ありがとうございます。ああ、そういえば、香川選手が外国に行く前後。いや、というよりも、香川くんがそれこそ出てきたぐらいですよね。ちょうど。うん。うん、まあ、セレッソで試合に出だした。うんくらいですかね。うん。おい。秋吉さん、2015年、ロアックス熊本セレッソ坂 J2 にいたとき、ホルランと、ホルランかかるスタジアムで見ました。ね、ホルランいたもんね、ディエゴ・ホルランいたんだから、ね。そうなんですよ。すごいチームだよね。いやー、惜しいことをしました、でも。うん、浜田さん、お誕生日は誕生日じゃないです。誕生日じゃない。誕生日おめでとう。誕生日じゃないです。誕生日じゃない。
誕生日だと、あれだからね、投げ銭いっぱいあるからね、みんなから。あ、そうなんですか。じゃあ、誕生日にしておきましょうかね。俺、デバ、モナ、独り言のための独り言、女の子の話をさせたら、浜さんの言う。ああ、そうでしょうね。うん、まあ、わかるよね、それ、うん。いや、ちょっと、もうちょっと後半に行きましょうか。まあ、モテるでしょ、大体、サポーターのリーダーなんだから。まあ、今までね、触れてこなかったよ、それ。初めて。どうなんですかね。なんか僕自身の抵抗としてなんかリーダーやってるからモテてるみたいなのはちょっと拭いたいところですけどね。なんか単純にモテてたいっていう。あれでしょ。ほら誕生日おめでとうございます。よし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 、ありがとうございます。毎日通しております。じゃあもう今日は誕生日にしよう。そうですね。今日生まれました。ありがとうございます。今日生まれたんで。今日生まれました。直しといてよ。フェイスブックも誕生日今日に。了解です。ハッピーバッグ。ね。アマさん、宿毛してみてください。はい、いや、もう無理です。僕はもう一生くせ毛でいきますよ、もう。ナイスパッド。ハッピースパッド。お財布さん、誕生日おめでとうございます。お財布さんであれば、もうそのまま投げ銭してほしいぐらいですね。そうですね、お財布さんですからね。もうね、今日はあれなの？浜ちゃんはアシスタント用意してんの？いや、もう単独で来ました。単独ね。はい。アシスタント用意したら、こう、ぽーんと後ろから出てきたりするとびっくりするからね。ただ、あ、ごめんなさい。伊庭さんと、対談してるのをちゃん拝見しまして。シクド、伊庭さん。はい、はい。なんで。いい人だからさ、伊庭くん。はい。めちゃくちゃいい人なんで。オモティンさんは、なかなか近くにいるお友達なんで。多分、暇なんでしょうね。うんうん、もし皆さんよかったらですね、今ツイッター等とかですね、浜ちゃん出てることをシェアして、ぜひ、まあ、なかなかこう荒らしに来る人はいないので、いいんですけれど、伊庭さんのとの対談のは見てもらったんですか？あ、見ました。なんか、伊庭さんらしく喋ってはるなと思いながら、ちょっと緊張されてたからね。ああ、まあ、なんか、やっぱ先輩を立ててるなっていうところはありましたね。うん、よく来てくれ、なんていうのかな、まあ、関東に住んでるっていうのもあるんだけど、本当にこう、突然ね、激励にやってきてくれた時とかもあって、写真展をやった時とか、一緒に写真撮っちゃったりして。なんだったら今日もちょこっと顔出してもらいたいなと思うんですけど、いつでもいいですよ、来てくださいって感じで。来てくれるんですかね、今日。わかんないです。いつでも、ね、来て。伊庭さん、いつでもいいですよ、来てください。伊庭さんがっていうのは、もう一緒に応援したことはないの？そうなんですよ。伊庭さん、僕がもうそうやってゴールラ来たときは、もう伊庭さんは、中球堂の、オーナーの人っていう感じなぐらい。でも東京なので、なかなか最初も全然接点もなくて。うん。まあ今はもうさすがに会って挨拶して喋ったりはするんですけど、うん、まあそれでもあれですね、なんか濃厚接触はないですね。うん、なかなか。濃厚接触は。はい。どうなんですか、そのセレッソ大阪のサポーターっていうのはどういう代替わりをしてたんですか？どうですかね。まあでも、なんて言ったんですかね。やっぱ、良くも悪くも自由にみんなやってるなって感じですね。うちのサポーターの。何代目ぐらいなんですか？浜ちゃん。多分、ざっくりで5とかそれぐらいだと思います。なんか、その、いろいろ聞いてくると、
第5世代、第6世代みたいな人が今、こう、主力っぽいね。まあでもそうですね、自分と年近い人がやっぱ、核兵器持って先頭立ってるっていうのは結構多くなったなってイメージはすごくありますね。質問来てます。まず、南野の話聞きたいですと。みんな匠の話、匠はあれですね、なんか自分の応援歌が、なんかユースの時からの応援歌が、うん、まあ、ちょっとキャッチーな歌だったんですけど、うん、なんかそれでいじられるから、うん、ちょっと僕の歌考えてくださいって言って、おなんか、一緒に、歌詞まで一緒に考えました。あ、そうなの？なんか練習場でそんな話をしましたね。すごいね。このパフィーちゃんの、パフィーちゃんの旦那さんはスコットランド人なんですよ。はいはいはい。スコットランド人で、なんだけど、リバプールファンなんですよ。大ファンなんですよ。へえ。なので多分仲間に対して日本に住んでるから、まあ、たぐみくんの話を自慢したいんだろうなと思って。どうですかね、たくみ。まあでも、セレッソにいた時はだいぶやんちゃだったんで。はい。まあ、それこそ、皆さんご存知の暴言をカカオに吐いたりとか、うんうん、試合中に。まあでも、うん、まあまあ、そのやっぱ負けん気の強さが、まあ、よく出る時もあったんで、うん、今はだいぶ落ち着いて、まあ、それこそリバプールまで行ったんでね、すごいなと思いながら。いや、そりゃすごいよ。ねただのクラブじゃないからね。そうですね。ねスーパービッグクラブだからね。相原さん、浜田さんと写真撮ったときに、めっちゃ優しくしてもらいました。顔も性格もイケメンですね。なんか、僕があれですね、仕込んだみたいになってませんこれ大丈夫ですかなんか。いや、そんなことないですよ、全然。いや、まあ、人見知りとかあんまりないんで、なんか、喋りかけられたら、フランクに喋ってはいると思います。ちなみに、南野選手の歌が、そんなキャッチーな感じだった、はい、いや、なんか、まあ、山崎一番っていう歌あるじゃないですか。あれで、南野匠だったんですけど、なんか、それで、すごい、いじられるらしくて、まあ、ね、パパはそんなこと言ったら。その、山崎一番っていうのがちょっとわからないんだ。わかんないね。昔僕ら第一世代で、浦和レッズには、堀さんって人いたんですよ。はい。まあ、監督もやった人なんですけど、もう笑ったって。はい、はい。CM ソングやっぱ使われたんですよ。うん、はいはい。マルダイハンバーグっていうのね。これはちょっと言えないもんね、ここでね。ちょっと言えないですね。まあ、歌はね、ホーリー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 ホーって言うと、こっちの方から、ホッホッホーってみんな言うんだけど。昔のね、浦和レッズの応援、面白かったんで、結構。そういう、やっぱイメージないですもんね、今。ないです。でも俺なんか、はい。いやいやいや、笑いが必ず入るんですよ。もうだって、堀、うん、さんの応援歌歌うときは、大爆笑だからです。それやりたいからみんな、ホーリー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 ホー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 リー。まあでも、オチがあってね、ちゃんと。ホーリーホーリーホーリーホーホーって。ホーリー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 。これ、大きくなれよっていう、その、マルダイハンバーグってこう大きくセリフが入るんですよ、その時。コンセプトがね。それ大きくなるよって言うと、さっきまでほほほって言ってたやつが、言うんですよ。ほ、なんとかって言って。大きくなれよってこちらドーンって言って、もうそれが言いたいばっかりもう中学生、高校生はガーンとわしづかみだもんね。なるほど。もう堀さんのプレイがどうこうじゃなくて。まあそんなのね、CM ソング結構使いましたよね、当時ね。なんだ、そんな。で、堀さんなんかも、そんなの言っても文句なんか言ったの聞いたことないけどね。まあなんか文句って感じじゃなかったんですけど、なんかこう、メッセージ性が欲しいんです、みたいな感じでした。
勘違いしてたんだよね。まあまあ、まあ、そうですね。それはあると思いますけど、まあでも結果的にね、良かったんじゃないかなとも思ってます。これ。あ、そういえばね、月の宮さんは関西に大学だったんですよ。うん。ああ、そうです。関西学院です。関西学院です。はい、そうですね。またいいんですか、個人情報ただ漏れ。個人情報いいんです、いいんです。彼の場合は。関西学院。ああ、これ何て読むんですか、何駅ですか、中もず。中もず。そうです。から長い。まあそうですね。電車で15分ぐらいあれば着きますね。はいはい、ああ、なるほど。キムさんどうもありがとうございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。洋一郎の話も聞きたいですか？書きたいです。いや、まあ、僕ね、同い年なんですよ。うん。で、まあ、正直一番こう思い入れがあるって言っても過言じゃない選手なんですけど、うんうん、まあだからちょっと、どの話をしていいのかすごい悩みますけど、でも、今回の移籍の話じゃない？そうです。まあでも、正直、その、プロとして、当然の選択をしたんじゃないかなと、やっぱセレッソは評価しなかったと思いますし、うん、そうだよね。で、名古屋は、やっぱり期待をして、正当な評価、まあまあ、洋一郎にとっては魅力的な、正当な評価をしてくれたと。で、まあ、やっぱり、まあ、クラブ、セレッソがどういう、まあ、その、すべては分かんないですけど、うん、まあ、やっぱり、彼が出るということは、それなりの、やっぱ、まあ、厳しい条件を出したと思うので。やっぱり、うん、今、クラブはあんまりいい状態じゃないんだね。まあ、あんまりね、ネガティブに考えても仕方ないとは思うんですけど、うん、まあ、ロティーナでうまくいってたこの状況で世代交代的なことをなぜしようとしたのかってとこはやっぱ引っかかるとこですよね。うん、なんか、いいじゃない、サッカー番組に出てる感じがするよね。見てないんですけど、裏切り出た時どうだったの？ああ、でもなんか、でも、僕は見ましたよ。見たの？ね、うん、まあ、ユージさんはユージさんですごい、フランク、またちょっと違うテイストじゃないですか。あんまり知らないんで。いや、まあ、なんで、それこそあれですね、その当時、だから、ブルーノ・メンデスの歌とかが流行ってたんで、うん、そういう、あれはどうやってできたのかとか、うん、まあ、なんかそういうちょっと、また、なんて言ったんですかね。これが、トーク番組だとしたら、ロケ番組みたいな感じでした。試合前だもんね、あれ。そうです、そうです、そうです。そう、みそのの駅。そうなんですよ。そうです、そうです。だから、試合前に、ああいう話を、ウルトラの親分がするのっていう、僕はね、まあ、ちょっと、そのシチュエーションがどうなのっていうのは、ね、まあまあ、それはだから、まあ、よく浜ちゃんが受けたなっていうのは。優しいじゃん。まあ、そう、まあ、なんか理由は、なんかね、確かね、その前に取材かなんかがあったんですよ。はいはい。また違う人、宇都宮さんっていうライターの人の、はい。で、それのついででお願いできへんかなって感じだったんで。なるほど。はい。断れなかったというか、まあ、そんな、まあいいですよって全然普通に OK しましたね。もう全然こうね、俺はそっちの方の仕事の人だけど、もう全然グループが違うからね。まあそうですよね。やっぱいっぱいありますもんね。どうしても、ね、元々は、いいですか？お聞きして。どうぞ。元々は、ご自分のこうサポートスタイルとか、こう、ポリシーとか、コンセプトっていうのは、はい、どういうのを売りで自分はまず自分のゴール裏をまとめて打てるっていう何かあるんですか？今思うのはやっぱりまあらしく行こうというか、そのセレッソでしかできないことをしていこうという、そのオンリーワンの世界をもっと極めたいなと。うん、なるほど。やっぱ、その、
やっぱり一番大事なことは、自チームの選手をどれだけサポートできるかだと僕は思ってるんで、まあ、相手に勝るっていうのも大事なんですけど、うん、まあ、やっぱりその、セレッソの選手が、まあ、気持ちよくプレーしてもらえる、ちゃんと背中を押してあげれるっていう、そういうオンリーワンな後押しをしたいなっていうのはもう、これはもうずっと思ってるし、これからもこだわってやりたいなとは思ってますね。で、それは実際自分の中で、どれぐらい具現化できて、実際こう、まあ、僕の前の人が、どちらかというとその前までは、なんか、なんて言ったんですか、あんまりこう、周りを巻き込むようなやり方をせず、なんかこう、まあ、ふわっとしてたところもあったとは思うんですけど、まあ、その前の人がそれなりに巻き込んでやろうよっていう、ことでいろいろいろんな人巻き込んでやり始めて、でその時にまあ僕もまあ横で拡声器持たせてもらって、でまあその人の意思もあったし、自分もそれがいいと思ったんで、まあいろんな人巻き込んで、でまあこんな感じなんで僕よう喋るんで、まあとにかく喋って、まあなんて言ったんですかね、セレッソを好きだということの喜びみたいなものをみんながスタジアムで表現してくれたらいいかなとは思って、まあ、なんで、レッツさんに比べるととかになってくると、まあ、全然違うと思うんですけど、まあ、ただ、まあ、良くも悪くも本当に自由に、なんか、大阪らしく、なんかこう、笑いと、なんかこう、そういうのも溢れながら、まあまあ、全然ふざけてるとかではないんですけど、まあでも自由に割とみんなやれてるんじゃないかなと思ってるんで、それは、僕がやってきて、良かったことなんじゃないかなとは思ってます。なるほど。まあ、ガンバとのイメージを、はい、まあ、僕らの第一世代の昔のイメージで言うと、やっぱりちょっとガンバの方が男臭くて、うん、まあ、チームカラーのユニフォームの色とか、もうもちろん、まあ、毎回言われると思うんだけれども。まあ、いや男臭いって男臭いって言うから男臭いって言ったらこの人かな、うんうん、あれふみちゃん、はい、うわ、お疲れ様です。お疲れです。ふみちゃん先週だったんだよ。そうですね、なんかあっという間ですねあの浜ちゃん紹介してもらいました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそさっきね、今聞いた、なんか、ふみちゃんは、すごい、はいはい、すごい人芝居ちゃうかな。余計なこと言うな。そんなことない。イメージだけね。いやいや、なんか、ほら、ふみちゃんとは、こう、なんか通ずるものがあるような気がするんで。うん、いや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 、そんなもん。しばき組なんじゃないですか。うるさいな。はい、こっちがあのナンパ組ですけど、こっちはね。ふみちゃん、今日はどこにいるの？ちょっとあの居酒屋にいました。雪すごいんじゃないの今日？いや、新潟市はそんな降ってないですね。すみません。不思議だよね。なんであんなにすごいって言ってて、新潟市は。すごいです。ふみちゃんにナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。この前ね、浜ちゃんに、はい、浜ちゃん紹介してもらって浜ちゃんと話したら、浜ちゃんが言うわけですよ。この前のサムネイルがかっこよかったって。はいはい。しょうがないから、今週オープニング別撮りしました。浜ちゃん、あれでよかったかね。いや、もうよかったです。もうなんか、ほんまに、申し訳ないぐらいいいもので、ありがとうございます。いや、俺ね、でも、あれだな、今回の、ボスノア、サポーターボスノアやってますけど、ボスノアだったら、もうみんなもうつなげて、かっこいいの作りたいのに。なんで、いい写真とか、欲しい写真があったら、これ使ってほしいっていうのがあったら、ぜひ送ってきてほしいですけど。あれ、
ふみちゃんのかっこいいね、あれ。バーッとなってるところにこう、一人いる。ああ、あれ、なんかたまたま見つけて。いや、ハマちゃんから送ってるもん、あれ、俺に対する課題だからね、毎週あれよ。で、一発目作って、まあまあ気に入ったんだけど、でもこれだと広まんないと思って、もっとハマちゃんをバーンと出さなきゃいけないと思って。結果俺ハマちゃんのサムネだけで3つも4つも作ったからね。これだけじゃ多分うまくいかないと思うと思って今日のオープニング作ったんですよ。うん、だからまあそうすると多分ね、ふみちゃんの方から俺のオープニングはなかったじゃないですかとか言われる。どうしようかなとか思うんですけど。ふみちゃんがね、やっぱり、すごいインパクト残したんで。いやいやいや。あ、こんばんは。こんばんは。そして、お財布さん、こんばんは。かな、あ、石橋さん。ふみちゃん、顔丸くなりすぎじゃねえか。あの昔から知ってる人たちには、もう、すごい太ったって言われますね。ゆうかたん、近藤しか。わかんない。わかんない。二、うん、人はどういう感じでお付き合いが？もうでも、10年以上経つっすかね。そうですね。うん。30と28の 10年前ったらすっげえガキじゃん、それ。いやいや、もうガキ、お互いガキですよ、ほんまに。10年くらい前だと、今のリーダーの人たちってどれくらいの扱いっていうのは変だな。そのヒエラルキーであると、どういう感じの場所にいたの？ 10年前。もう自分はもうやってましたね。やってるよね、ふみちゃん、はい。あ、もうマイクパワー4をやってた、うん、そうですね。17ぐらいからやってた。すごいね。まあ、僕はだからリーダーではないですけど、まあ、拡声器持ってなんか、喋ってみたいな感じでした。あ、どうやって回ってくるもんなの？まあ、流れで。ですね。次はお前かなみたいな。いう感から。はい。ステッカー入りました。どんなあれがつけてるの？お、うんこマークですね、これ。何の絵文字が来たのかなって、うんこマークだったですね。石橋さん、浜田さん、メディア露出と、がっつり下ろして、格好つける癖ありますよね。もう、この人ももちろん知ってるんですけど、がっつり違うチーム、どこのチームとか伏せますけど、うん、がっつりやってはるんで、もう強制的にここに呼ぼうかなと。うん、あ、いつか会えるんですね。いつか会えるとして。サムネイルとか作るときに、癖がある人にしてくださいね。癖がない人は作りづらいんで。なるほど、うん。まあでもみんな癖あると思いますけどね。まあ親分はみんな癖あるでしょ。それは思います。癖なきゃなれない。うん。なんだよ、親が癖全然ないもんだって。癖ありすぎだよね。ナイスパの時、ブリッツさんのアビスパとモモンティさんのハピスパをスルーしたら、レッツ同様ファンを失います。すいません。細けえなあ、本当に。どこまで遡んなきゃいけないんだ、これ。ダメだしですね。いや、ダメだし。そうですね。とりあえず、そうなんですよ。ブリッジさんっていうのは、我々のメンバーシップの中で最高位の人なんで。はい。ああ、なるほどね。ちっちゃな頃から我々が17でウルトラと呼ばれて、今も呼ばれてますからね。どうなの？この2人とかはどれくらいまでこれ続いていくんですか？まあ、どうなんですかね。
もちろん、その、なんて言ったの、自分は22、3ぐらいの時から、その、今の立場なんですけど、うん、まあ、でも若い頃からやらせてもらって、すごい良かったなと思ってるんで、うん、まあなんか、そういう道筋を立ててあげたいとは思ってるので、うん、なんかこう、まあもう30になって、そろそろそういうのも考えて、サポートしていかないといけないかなとは思ってます。うん、ちょっと うるせえな、本当に。冗談をさせて、下は二人いけみたいな。その通りだね。間違ってないかも分かってるんだからさ、それは。でもそういうのも、こう、なんて言うんだろう。マイクも奪い取るみたいなね、禅情じゃなくて、力で政治の世界じゃないけれども、うん、なんか譲っていくっていうより、若いのがのしてきて、こいつら力つけてきたな、みたいな、おっさん稼や、みたいな、そうやって奪い取っていく方がいいよね。そんなことないのかな。いや、まあでも、やっぱそれぐらいの気持ちを持った、うん、うん、子がいるのが多分理想だとは思います。そう、そういうやつらにだったら、こうね、トラメが渡せたりとかするだろうし、うん、力のないやつにお前やってくれよみたいな、そんなはなんか、うん、と思うんだけど、僕はね。いや、僕はトラメがなんて持ったことはないけれど。アマちゃんね、このシリーズ始まってからこのおじさんすげえ元気なのよ。それまではね、この毎週金曜日のフライデーナイトはってね、途中で寝ちゃうくらいなんだから、と。大丈夫ですか、ね、あと、フルートが僕2000円くらい残ってる。これがね、サポーター大好きなんで、この人、フルートが大好きだから、うん。あの、あれでしょ、パワー系じゃないよね、浜ちゃんは。まあ、じゃないですよね。ふみちゃんはパワー系だよね。パワー系じゃないですよ。でもなんか女の子が多い気がするんだよ。ね、セレッソは。いるかもしれない。そうですね。女の子は多いんだと思います。で、なんかブルーノ・メンデスだって女の子たちが歌ってて、なんかめちゃめちゃ可愛いじゃん。まあ。だからそれがどうなのか、僕らは外からしか見ることできないけれども。なんか、うん、まあ、なんて言ったらいいんですかね。やっぱ、そのファンであることを否定することはできないとは思うので、全員、みんながみんな。だからやっぱ、それこそ男臭いチームというかファンが多い、セレスがもし多かったら、うん、自分ももうちょっとそういう方向性を持った応援をしてたかもしれないですけど、うんうん、まあやっぱりその女の子であろうが、まあおじいちゃんばあちゃんも含めて、まあその子供さんも含めて、やっぱそのそういうセレッソ好きっていう気持ちをやっぱ平等に表現できる場の方が、まあらしくていいかなと思ったので、うちのそのセレッソ大阪というチームからとクラブのことを考えたときに、なんでまあ自分もそういう応援をしようとはなりましたかね。パパカツさ、うん、ちょっとわかるような気がするわ、そしたら、うん、ちょっとね、今日浜ちゃんに一個聞かなきゃいけなかったことがあるんだよ。お、はい、僕らほらやっぱ浦和に住んでるじゃない、うん、はい、浦和とセレッソでこの話がいつも出てこなかったのもおかしいんですけど、浦和がいるじゃん、うん、ね、パパ活、うん、去年1年間もこう、ああ、そうだね、そうだね、どうなんすかそれは、取説？取説よ取説、ケイン、今更？ね、これは憎いわ。早く慶吾君が紹介してくれたらもっと取説も早く聞けたと思うんだけどさ。うん、このシリーズが早く始まってる。ケンユー、いや、ケンユー、それこそ、ねえ、なんて言ったらいいんですかね。いや、セレッソいた時から、まあ、その、なんか、すごく、まあ、それこそ柿谷陽一郎みたいに、うん、その、もう、要は、
見せれるような選手とか、そういうわけでもなかったですし、まあ、どちらかというと、まあ、ちょっと不器用にやるような感じのタイプ。うん、まあ、でも、まあ、フォワードなんで、点を取るっていうところで、うん、まあ、やっぱ1点取ったら、すごい、取るようになって、もう、タイトルは権威。ここ、裏切りやったトリセツ変えて。硬派な、硬派な感じでお願いします。ちょっと、僕、レッズの試合は全部見れてないので、うん、びっくりするぐらい、それ外すみたいな時ないんですか？あるあるある。ありますよね。なんか、あるある、まあ、セレッソの時もそれはあったんですよ。うん。けど、まあ、やっぱ、セレッソでの2、3年間、そこの最後の、はきっちり点は取っていたので、そうなんだよね。そうなんですよ。でもまあ実際フロンターレに1年いた時だったり、まあ今のレッズもまあその結果としてうまくいけてないので、まあどうなんですかね。その村っ気みたいなところの村がいい方向に行けば20点取れる選手なんですよ。それ裏切りは言ってない、大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。でも、そう、それはもうそれぐらいのやっぱ ポテンシャルというかやっぱはあるんです。でもなんか見ててちょっとなんかえらい体張ってんなと思いました。レッツのその試合の時、なんかそのポストプレーに徹するじゃないですけど、なんかもっと仕掛けてシュートとか、なんかそういうのを見たいのに。なんか結構権威に当てるみたいな、とりあえず権威に蹴って権威が設定みたいな、まあ高さはあるんですけど、大きいけどもうちょっと足元でやりたいんだよね彼ね。ああ、そうなんです、そうなんです。絶対に足元でやりたいんで、うん、まあだから案外このロドリゲスさんになって、ハマるかもしれないです。なるほど。はまらなかったときに、またこの話をしましょう。いやいや、ふみちゃんがレオナルド20点取りますよって言うと、おおって思えるんで、ハマちゃんが、いや、20点取りますよって言っても、ってこういう顔、そういうふうに言うと、申し訳ないんだけど。いや、まあ、ごめんなさい、悪く言って。まあでもね、やっぱ僕は思い入れもあるので。いや、でもほら、セレッソにいた頃は本当に良かったから。いや、良かったです。いやいや、それはすごい分かる。実際、その去年チームは強かったですけど、セレッソは。ただやっぱフォワードがやっぱ点を取れてなかったので、実際、ケンユーいたら、どうやったやろうなっていうのは思ったりはしてましたね。そうそう。だからね、香川南野とか、その次県有ぐらいのなんかね、セレッソの中では勢いあったのはわかるけど、こっち来たら、まあ裏のちょっと激しいウルトラの人は、まああいつが坊主にしたら坪井並みに応援しますっていう。怖いですからね、この人もね。この人は怖いですよ。怖い。俊平浜田。俊平浜田。このね、裏までよく出てくるのは、杉本健を髪の毛にしすぎる癖がある。でも、なんて言ったんですかね、ドリブルしてるときに髪の毛触りながらドリブルしてないでしょ。いいこと言うの、面白いな。いや、いや、触りたくなるんじゃないですか、でも。いや、まあだから、ぐらい触れば、もう癖は癖なんでしょうけど、俊平浜田フロー、隙間で大暴れしてないですよ。ケンユって大阪のとき、もう同じね、やっぱ聞くんでね。いや、もうずっと髪の毛は気にしてますよ、ケンユは。それこそセレッソでも同じ文句を言われてました。坊主にしたら点取れそうな気がするんですよ。まあ、坊主に絶対しないんでね。
海ちゃん、日本酒に突入ってもう見てますね。見てましたか。笑い。あ、いいっすね。いいな。長井駅前のまんまるは、まんまる。リキっぽい匂いがしますが、リキって知ってます？いや、その、名前はわかるかもですけど、実際行ったりとかは。まあ、次、浦和に来たときは。はい。ぜひ。行きます。誘うから。はい。誘うから。これ出たシリーズの人がみんな来ると、あ、ごめん、ふみちゃんは今年来れないんね。そうですね。どうです、カテゴリーがちょっと違うんで。いやいや、大宮に、大宮に来る。大宮に来るから。大宮に来るから。大宮に。大宮に来るから。大宮の時は大体浦和で飲んでます。そうだよね。はい、来てもらう。いいっすね。はい。この人呼ぶんで。あ、ぜひ、日本酒飲みましょう。杉本編優、3年目覚醒しじまう。まあね。ひげ剃ったらいいんじゃないかなと思う。ああ。まあ、それは、どうなんですかね。だか買い戻し条件とかあればよかった。いや、そうなんですよ。その、うん、セレッソも多分今、オファー出すに出せないと思うんで、うん、もう2回出ちゃってるんで、編優も。うん、で、ケンユ自身も多分まだセレッソにはっていうとこは絶対ある。まあ、もうなんならもう戻らんぞぐらいな覚悟出てると思うんで。近藤さん、中身は久保田ですか？あ、これ中身なんすか？これ中身なんすか？影虎です。ああ、新潟だ、さすがに。もうね。ちょっと野球っぽいよね、影虎って。サクラホリック。そうですね。あ、サクラホリックっていう、サクラホリック。僕の前のリーダーだった人が今お店で桜ホリックという店をスタジアムの近くでやってまして、飲み屋さん、飲み屋さんです、バーです。で、まあすごい今改装中ですごいいい感じになってるらしいんで、それこそ大阪来た際は僕が手厚くおもてなしします。ぜひ。第一世代、はい、我々第一世代の時はヤンマーから応援してた、はい、鍵屋の松田さんっていう方がいらっしゃって、はいはい、ご存知ないですよね。ご存知ないと思います、おそらく。この前の伊庭さんは分かってくださって、あ、でその方は我々が行くときはスタジアムの近くのレストランの1階に駐車場があって2階が店舗なんですけど、はい、そこに車、はい、浦和の方々は車5台分ぐらいここをお止めくださいっつって接待してくれる、駐車場を用意してくださるそういう方でしたね、第一世代の松田さんは。はい、わかりました。じゃあもう僕はそれ以上を目指します。そんなことを言ってはいないんですけど、セレッソの方は本当に優しいんですよ。まあそうですね、もうなんか、はい、うん、みんな、そうですね、なんか優しいというか、すごい、そうですよね。はい、いい人多いです、本当に。はい、セレッソとは、一回も何もないですよね、吉田さん。セレッソ、ありましたか？僕の頃はないですよ。ないですよね。うん、なんか、だって、圧倒的に俺らというのは強いもん。ちょっと乗りました今。いえいえ。まあまあ、G とは結構ね。ね、はい。いや、でも CC には来なかったよ。ああ。その分、アウェー側にいる僕らが戦うんですよ。もうそれだったら担当が違うじゃないですか。そうですね、担当が。駒場スタジアムの持ち場はありますから。はい、持ち場あるんです。あとはまあ、コマンダーたちはまた違う。そうなんですね。コマンダーたちがやっぱりいるわけなんで、まあ、将棋とかと同じじゃないですか。大将は取られておしまいになっちゃう。そうなんですよね。だっているでしょ。ふみちゃんとかコマンダーがいっぱいいそうじゃない。いや、周り絶対いそうだよね。
自分はもう全部自分でやりますよ。確かに。あ、そうなんだ。はい。漫画の世界よね。よく怒られます。うん、いやー、コマンダーはいっぱいいましたよ。いましたね。いましたね、コマンダー。あなたの周りに。いや、コマンダーす、やっぱり、トシとかタラはすごいんじゃないですか。笑ってるでしょ。あいつらは本当にそれ、これ以外は全部やったんじゃねえかだってくらいやばいと思うんですけど。まあ、いや、そういうのがやっぱいましたからね。あの、仲のいいクラブってあるんですか？ああ、そうね、セレッソさんは。仲いい、仲悪い。うん、逆に浜田さん5日目のちょっと待って、明日来ます。仲良い悪い、はい、この後の予定ってどうですか？この後の予定は誰に聞いてるんですかね？誰でしょう、ね、この後の予定浜ちゃんでしょう？僕ですか？このさ、リアルにバスセンターの彼ダメなのいや今この時間やってないんですよ。ああ、俺は久保田のまんじゅうが大好きで、あ、すごいね、ふみちゃん、この、はい、浜ちゃんから撮ってるですよ、コメントは。なんかすみません、お邪魔して。いや、すごい。全然いいよ。ファインズワインの酒屋が。ファインズ直販契約。ああ、目の前。あ、そうなの？あ、そうこれ行こう。あ、ヒムさん来たよ。長屋のたこ焼き。うん、何を言われてるの？あの、そのまま、そのまま、もう、たれ、あの、だしだけで食べるやつが一番うまいです。そこ行ってみたいやん。あ、もう、駅近いんで、もう、すぐですよ。でも、あんまり関東の人間って、なんていうんですか、粉物、はい、食べないんですけどね。食べまーす。食べるでしょ、関西の人。はい、だって、はい、たこ焼きとか、お好み焼きでご飯食べるんでしょ。あ、食べます、食べます。すみません、じゃあちょっとね、あれが来たらしいですよ。ビビにイタリア、いらないさ。ウルトラス大阪。ああ、自分らのことですか？ウルトラス大阪の話をぜひっていう。おう。なんか、なんて言ったらいいんですかね、その、グループっていう、なんか明確な、くぐりで最初からやってるわけではなくて、まあなんかやっぱり、その、スタジアム、ゴール裏にいる人たち全員が、まあ、ウルトラでいいよう、いいじゃないかみたいな、うん、ニュアンスで、レアル大阪ウルトラスっていう、幕をドーンと張ってるんですよね。まあでもやっぱり自分らが中心でやってるから、まあそれが団体と今は思われてて、まあでも自分たちももうそういう心構えでやってるというか、まあ明確にグループとは言ってはいないんですけど、もうそういうふうに見られてるし、まあもう今 SNS とかで、まあいろいろ言われたり書かれたりしてるんで、もうそういう意識を持ってはやってはいますけど。うん、まあ昔の CC みたいな感じだね。うん。ああ、なんですかね。きっと、おそらくそうだと思います。ふみ、うん、ちゃんのとこもそうじゃなかった？もともとは。まあ、俺らも、もともと看板は上げてなかったんで、うん、全然そういう、フラットにっていうか、そこに固執せずに、うん。今でも別にそれは変わらないって感じですね。意外とみんなそうだよね。はい。うん。あれだからね、昔バンディーラっていうのが裏にあって、それは今時を経て、中には死んじゃった人もいたら、今名前変えて悪文会って名前に。そのまま本当の話になって、悪友会になって。悪友会の、あなた総裁ですよね。浜ちゃん、あとふみちゃん、はい、お願いを伺えるんだけど、はい、ぜひ今見ている皆さんにいいねしてもらってもいいですかね。ほう。グッドマークを押してくださいって言ってもらえると。一応、毎回再生数と、いいね
あと来てくれてる人の人数っていうのを出してるんですけど、まあ、今はやっぱりあの九州のボスが一番で、はい、九州のボスが来た時は150くらいのいいねがバッとすぐ押されたんですけど、今浜ちゃん頑張って120くらいなんですよ。うん、でも言ってくれるとバッパッパッと出るんですよ、ね。今増えてます、増えてます、今増えてます。いいね、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか浜ちゃん、キレがないね、今日ね。いやいや、もうやっぱなんかもうちょっと弾けた方がいいんじゃないんだ。これぐらいでいい。あの、ツイッターの BB の話もぜひって。ああランバー。でももう今はね、まあ、もう BB はどころか、もうブロスとかその辺もね、いろいろあって。ないの今。今、なんか、まあ、出禁になってた人たちが戻ってきてるっていう話だけは聞きました。ほうほうほう。ああ、出禁が解除されたと。そうらしいです。まあ、僕がガンバの事情を喋ってるのが一番おもろいと思うんですけど。いいのかなと思って。いいんじゃないですか。いや、嬉しそうだね、また、本当に。いやいや、もう、なんかね、すごいダービーの時だけ名指しされるんですよ。ガンバのファンが一番僕の名前を呼んでくれるんで。ああ、そうなの。はい。いいですね。なんて言われるんですか。いや、もう、僕が、だから、特に、向こうに行った時にね、吹田行った時に、まあ、ホームが大体先入ってるじゃないですか。うん、で、僕ら、アウェイなんで、後から入るじゃないですか。で、僕は大体先頭で入るので、うん、ダービーの時は。もう、開口一番、うん、浜田をいただけます、毎回。ああ、いいですね。いや、かっけえな、はい。いいじゃないですか。あのね、それは動画に撮りたい、俺が。余裕で手振るでしょ。それ余裕ですか。手振ってあげてください。ありがとうございます。本当ね、これコロナ終わったらね、みんなを取りに行きたい。みんなを取りに行きたい。映画になっちゃうよね。映画撮りたいもんだって。映画だよ。ね、で、ほら、俺どちらかというとやっぱお笑い系がダメなんで、かっこよく撮りたい、ね。かっこよく。その時だけめっちゃそうしときますね。いや、もうかっこいいのよ、絶対。うん、で、多分ね、そこのこう場所に立った人しかそのことは分かんないと思うんですよね。いや、そうだと思う。で、いろいろ、まあ、しゃべりがうまい人、そうじゃない人、ルックスがいい人、なんかまあ、金集めるのがうまい人とかいろいろいるけど。多分そのポジションに立った人じゃないと分かんないと思うんですよ。ましてや、俺たちは最初の方だからいいんだけど、最初の方が最初だからあれだけど、後からの人っていうのは、いろいろ気遣わなきゃいけないじゃん。うん。だって、あなたたちの前にボスがいて、あなたたちの前にまたボスがいて、とかって。どこ見りゃいいんじゃん、みたいなね。うん。でもほら、やっぱ先祖は大事にしなきゃいけないし。うん、全く大事にされないよ、俺らなんか。しょうがない、神話だから。まあ、でも今、時代が時代で、こういうね、SNS とか、いろいろ書かれちゃうんで、僕らの頃はね、自由でしたよ。いや、僕らの頃は、あなた知らないだけで、俺なんかパソコン通信書かれまくりだもん。表で俺文句そうそう、俺表で文句言ったって、裏でパソツでバーって言って、吉沢君こんなこと書かれてって、すみません、パソコン持ってないから分かりませんって言ったよ。当時は。あつの皆さんはじめまして、チャンネル登録、高評価お願いしますって。いいね、お願いします。環境師さん。カジノさんね。統括部長、大久保嘉人の衝撃発言に対してどう思いますか。いや、なんて言ったんですかね。カジノさんってもう、一回セレッソを2007ぐらいから13年まで強化部長やって、で、また戻ってきたんですけど、うん、なんか、その当時よりも今の方がもちろん SNS だったり、そういうのが発達してるから、うん、まあ、こういう情報はすぐ回るじゃないですか。うん、なんですけど、自分はだからその当時も、
そのカジノさんとかそういうのを、まあ、見てきて、まあ、その昔の思うと別になんか驚きはないですね。うん、なんかドライなとこはすごいドライやし、なんかこう、ね、まあ、そういう福田に蹴り入れた人だよね、転んだ時。うん。うん、昔ですか。昔。まあ、いやまあまあ、あんまりね、こういう場でもあんまそういう人のことを批判したらまたあれなんですけど、まあなんかそんな驚きのないって感じです。なんかこれぐらいは言う人やなっていう。まあだからそれがこれリアルでしょ、うん、契約期間の問題とか。まあそうでしょうね、きっと。だからいい意味で葉っぱかけたんでしょ、うん、っていう、多分、本人はそう思ってるはずです。うん、俺はこういうふうな葉っぱをかけてるよっていうことを多分メディアに通して言いたかったんだと思うんですけど、うんうん、まあでもやっぱり言うべきことじゃないし、うん、別にそのメディアに対して、うん、なんかその、それをサポーターが聞いてどう思うとかは考えられへんかったんかなっていうのは思うとこですね。もうちょっとうまくやればいいね。そうです、そうです。もうちょっとうまくやれば。でも、やっぱそこが不器用にできないので、うん、僕らはあんまり、もうちょっとこうしてほしいなっていう不満はやっぱりあったりはしますね。うん、ね、よしとのユニフォーム買ってくれって言いたけどね。うん、全然難しくねえんじゃねえかなって俺なんか思うけどね。よしとはもう、うん、サポーター頑張ってユニフォーム買ってくれるから、よしとの給料全然気にしなくていい、うん、俺だったね。てか、うん、多分森さんとかそういうふうに言ったと思うんだよね。うん、俺たちの監督で GM やった人がだったら、全然問題ないよって。そこ、そういうことだよね、多分ね。うん。ガンバの人気者やもんな、ハマちゃん。ガンバの人が言うてますね。何こう、ちょっとこう、襲われたりすることはないんでしょ？囲まれたり。そうですね。今、ガンバも、ね、何もできないとか言ったらあれですけど、だいぶ、多分うるさく言われてると思うんで、うん、まあちょっとそういう意味では、おもんないなって思うとこももちろんあるんですけど、ね、そう。いや、だから更新とか駅からしてる規模も、だいぶ、減りましたし、なるほど、まあ、そういうこっちを煽るようなメッセージも出せなくなってたりとか、歌ももちろん禁止みたいになってるみたいなんで、うん、まあね、何事も規制でちょっと多分ガンバも大変なんだし、うん、けど骨抜きにされてるわけね。そうですね、まあ、僕らとしてもそれがじゃあ果たして、うん、なんかもうちょいダビーなんやからっていうのは、まあ、別に思うところ、別に煽ってくれたっていいのになっていう。そうだよね、うん、さじ加減とね。うん、あ、そうです、そうです。なんか、こう、レイシストとそれはちょっと違うっていうのを、うん、っていうことでしょ？うん、そうです、そうです、そうです。でもね、サポーターの話が分かるやつは、そうそういないよ。いや、そうですね。もちろんね、少数派だということも理解しておかないと、そういうところは、うん、その世間っていうところに、と思うよね。だから、はい、キックオフギリギリの人の波を割って登場した小石さんとちょっと違うんですけど、俺の話かを。ね、こういうのは、こう見てるんだろうね。やっぱりさすがだね、うん。見てんだろうね。育成の話も聞かせてもらっていいですか？アカデミー。まあ、あれです。だからそのカジノさんが、うん、もうだいぶクラブを変えたいと思ってる春みたいで、うん、で、その、まあ今、森島さん社長なので。そうだね。まあ、そうです、そうです、そうです。まあでもそこは結構ちゃんと、なんていうんですかね、まあ、信頼関係のもと成り立ってて、うん、で、まあ、アカデミーもまあ、風間さん呼んで、ちょっと、まあ、カジノさんの時代はそれこそ、ふみちゃんありがとう。ふみちゃんありがとうございました。お疲れ様です。ふみちゃん、電池切れになるとあの音が出るんだね。あとありがとうございます。ごめんね、話をこしょっちゃった。ええー、それこそ柿谷陽一郎出てきたりとか、まあ、南野匠出てきたりとか、まあ、ユースから、まあ、県有もそうですね。うん、山口蛍とか、
研究室からそれなりに、うん、そうです。でも、まあ、正直、育成って、なんて言ったんですかね。やっぱり、その、絶対にそういう人が現れるかどうかって言ったら難しいとこじゃないですか。うん、その、誰がどう育成しても。うん、まあ、でも多分、その、カジノさんとかはそういうところをやっぱり、どんどん排出したいっていう思いがあって、うん、で、まあ、その、正直、ここ数年は、その、まあまあ、出てないわけじゃないんですけど、例えば、瀬古歩夢とか、みたいに、うん、オリンピック絡むような選手も出てきてるので、一概にもちろん出てきてないわけじゃないんですけど、なんかこう、物足りないんですかね。アカデミーも変えたいってなって、まあでもやっぱそういうところでも、ちょっと今、揉めてると思いますよ、やっぱり、クラブの中身としては。そもそもさ、今言ったこう選手ってさ、その代表の中でもさ、核になって、まあ、メンバーとして出てくる選手だろ、うん、で、はい、なかなか J の各チームでアカデミーの選手の話って出てきて、例えば浦和レッズでも、浦和レッズは育成が強くないみたいなことを言われるんだけど、実際に、その、アカデミー出身のプロ選手は多いのね。うん、ただし、自分のチームで、活躍して代表のを買ってその中軸になるって選手ってやっぱりいなくて、うん、それを考えたら今セレッソの聞いたらすごいよねみたいなね。まあね、でも今その育成っていう育成その有数ぐらいまでのことを考えるとやっぱそのプロに育てるっていうところだけでも十分評価に値するんじゃないかなと僕は思うところはあるんですけどね。セレッソも去年まで23アンダー23で、J3 参戦してたんで、やっぱプロに近くなるというか、実際、こう、セレッソだけやったらトップに上がれてないような選手が、まあ、J2、J3 のチームから声かかって、うん、プロになれてる現実があるので、まあ、それもそれですごい、いいことなんじゃないかなとは思うんですけどね。なんかまあ、それがちょっと否定されたのかなっていう、今回のこの、アカデミーの動き。あ、そうなのね。うん、でも、まあ、すごくいい育成だと僕は昔から思ってたけど ね、うん、ね。思うんですけどね。まあ、実際、うん、なんか、花坂クラブって言って、年パス代の中から3000円を、うん、徴収して育成に当てるみたいなこともやってるんですけど。うん。はい。セレッソ、それはすごい、もうそれはもう胸張っていこうとだと思ってるんですけど。うん。うん、なんかね、その、まあ、育成のそういうところも、なん、ね、まあまあ、もちろん、まあ、ビッグな選手が出てないっていうのは事実なんですけど。いや、ビッグな選手いっぱい出てる。ビッグな選手出てる。いっぱい出てるじゃない。いや、そこら辺はですよ。でも、カジノさんが戻ってきた今この現状を、見たときに、チーム運営的にもアカデミーからがないと大変な時代になりましたよねって、海外のオリンピック世代前から行ってしまうのって。そうね。そういえば今日さっきちょろっと見たら、青森山田の松木玖生君が、うん、オリンピックリオンだっけの、うん、練習に出てるみたいな。なるほど。学校どうしたんだよって思ってんだけど。そうなっちゃうとね、彼なんかベガルタのアカデミー出身で、うん、上がらないでそのまま山田行って、うん、山田も終わる前に今度はフランスかいみたいな話になると、うん、どうなのかなとは思うけど。まあでもいろんなパターンがあっていいんじゃないの？うん、まあそう思いますけどね。立つみたいにね、FC 東京ユース上がれないで前橋育英行って東洋来て、うんうん、で山形行って、で僕3日ぐらい前に東洋大学の当時立がいた時の監督さんと電話でちょっとお話し用があってさせていただいて、で、去年、横浜 FC のコーチをなさってたんで、うん、古川さんっていう方なんですけれども、はい、で、タツはちゃんと試合終わって、挨拶して話をすごくしてくれて、で、まさか山形、東洋4年から山形行くときに、ここまでタツが良くなるとは
正直ね、監督もおっしゃって、うん、ここまで良くなるとは勝野さん思わなかったよっていうぐらい言ってましたね、うん、だからいい方向に、だからいろんな、ね、いつもね、こうちゃんとも育成の話になるといろんなパターンがあるからここでダメでもここでいけるとかね、うんうん、大久保嘉人みたいな、嘉人みたいな、うん、今回の、僕はね、一番いいのは、うん、引退するときここにって言われるのが一番いいよ、ね。確かに、それはいいね。最高ですよ。なんか、うん、その、時が経ち過ぎたのか、なんかそれに対して批判的なことを言うファンの人も多かったんですけど、いや、僕からしたら、もう僕は正直、すごい、うん、それこそ中学生、小中学生の頃の大スターだったんで、もう気持ち的にはすごい嬉しいですね。で、かつ、やっぱり、そうやって外に出ても、やっぱり心のクラブとして思ってくれてたっていうのをもう聞けただけでも嬉しい。そう、背番号20は？そうそう、それも含めてもう、最高じゃないですか。ねえ。なのに、あんな報道は世に出さないでくれと、うん、あやっぱ思いますよね。やっぱみんなそういう期待を持って、うん、なんかこう、まだ大久保嘉人で夢を見るぞっていう、そのタイトルとかそういうのも含めて。なるほど。はい。僕はね、すごくいい意味の葉っぱに取っちゃったのね。まあ、うん、まあ、だから多分、うん、そこの、うん当人同士はそういうやり取りでできてるとはもちろん思ってるんですけど、うん、やっぱこう、なんかファンの気持ちを乗せるという意味では余計な、うん。なるほどね。そうね、うん。そうです。なんかだから、例えば、まあ、タラレバでネガティブなこと考えてもしゃあないんですけど、ヨシトがこれでうまくいかなかった時に、みんなの頭の中でやっぱ引退するんやなっていうのがよぎるじゃないですか。うん、なんかそういうのってやっぱ、こう、ネガティブに応援とかに伝わって、てしまうと、なるほど。僕らとしても嫌やし、うん、やっぱりこの1年その信じて、うん、やりたいっていうのもあるんで、なんかこう最後に今年その最初からこうなんていうんですか、今年1年で、うん、引退するとかって分かってればまたあれですけど、うんうんうん、なんかああいう風にやられるとやっぱ結果が出なかった時に引退かみたいになるのも嫌やなっていう。うん、だからまあ世には出さないでほしかったなっていう感じですね。なるほどね、はい、聞いてますかセレッソの、セレッソのサポーターね、ハマちゃんね、軽いことばっかり言ってんじゃないんだよこのね、僕はねハマちゃんを形容するときにどうしようかなと思ったよ。だからねやっぱ彼はサポーターの真ん中のシンボルじゃないかなってね、うんうん、シンボルインサポーターズって書いたんですけど、うん、うん、いろいろねあるんですよ、スピリットオブサポーターとか、うん、ソウルオブなんとかとか、こうかいろいろ考えたんだけど、いや、かっき、こうあなたシンボルなのかなっていうふうに思って、うん、でもこう話聞いて、みんなそうだよね、サポーターのボスっていう人たちっていうのは、りょうたくんもそうだったけど、こうここだけ見てないんだよね、実はね。うんうん、そういうつもりではやってはいますね。もういろんな、うん、こう。ね、話をしたときにパッとこう、チームは多分、なんか、浦和レッズもセレッソさんもすごい似てる感じがするんだけど、なんていうかな、なんか揺れてる。うん。で、なんか、だってセレッソなんか去年あんなにうまくいってたのにさ。そうなんですよ。確かにね。例えば、ロティーナさんが倍の給料くれったら倍の給料やればいいじゃんみたいに俺なんか思う。うん。うん。ね、そう倍の。で、その代わり倍の給料はするけど、契約としてはうまく出なかったらクビでもいいよねみたいなんていいじゃないですか。うん。うん、例えば、給料保証するよっていう契約じゃなくて、給料倍にするけれど、それはもうインセンティブだよみたいな話をすればいいんだけど、ちょっとそういう交渉がうまくないよね。うん。ましてそれ清水に持ってかれるってどうなのみたいな話。ね、まあね、エスパルスはまあそれこそ今大熊さん、ロティーナを呼んできた、うん、セレッソに呼んできた人がエスパルス行ってるんで、もう、うん、ラッキーですよね、多分。うん、本当だよね。ああ、首にすんのラッキーですよね。クルピはどうなの
セレッソ的に。来る、まあ、3回目4回目昔やってるんで4回目なんですけど。いや、いや、すごいな。でも実際、すごい、終わり方が良かったんですよ。それこそね、はい、確かに流れ。まあまあ、でももう、今はしゃあないとこもあるっすけどね。待ってね、パッパッパッと。はい。勝ちに出ちゃうと夢見れなくなるするのはね。聞いて。さっきの人は2期のことも書いてる人は誰だろう。たつもそうですけど。それこそ東洋大学の。ああ、そっか。多分、おそらく。はい、手振って、はい、手振ってあげてください。パパ。どうも、どうも、すみません。あ、そうです。2期も、はい。浜本秀樹さんは、俺のおばあちゃんの渦松小学校の、ああ、そうなの。ちょいちょい挟んでいきますからね、この人ね。はい、挟んで。ネタが切れることがないですかね。あれですか、ね、今年の選手のインアウトの感想とかってあるんですか、うん、サッカーの話になっちゃうけど。いや、実際、ACL があるのに、うん、やっぱり主力がこんだけで大量に出て、で、こう、どちらかというと、J リーグ、ブルーのメンデス？ああ、まあ、メンデスも、まあ、もちろんそうなんです。例えば、なんか、ヨニッチもそうですし、まあ、木本、うん、まあまあ、まあ、柿谷陽一郎もそうやし、うん、で、片山とか、最後、ロティーナで出てた選手もそうなんですけど、うん、もう抜けて、うん、同じカテゴリーの選手をあんまり取らず、うん、J2 でそこでなりにやれた選手を取ったので、うん、まあでも状況としては J1 リーグだけじゃなくて ACL も戦わないといけないってなった時に、やっぱちょっと経験値としてはすごい、うん、やっぱり、ね、ちょっと心細い部分は、もちろん来た選手を否定するとかはないですけど、もちろん期待してますし、うん、やってくれるんじゃないかと信じてはいるんですけど、うん、本来なら主力を残して、この補強をしないといけない状況。うん、けど、主力選手が出てしまってるので、まあやっぱ、その、去年は優勝という目標を掲げて、うん、まあ結果的に4位だったんですけど、まあスレッソはあんまり優勝っていう目標を、イタリア以上ですよ。そのスレッソ優勝っていう目標を掲げたことはあんまりなかったんですね、シーズンで。うんうん、で、去年はもうほんまに初めてって言っていいぐらいリーグ優勝。うん、まあ、その前に一回フォルランの時に掲げて落ちてるんですけど。ごめんなさい、でも、いえいえ、でも、それぐらいあんまり、なんか、いつも ACL 圏内とか、それぐらいだったんですけど、うん、去年優勝って掲げて、で、まあ、見てる側としても手応えはすごいあったんですよね。まあ、実際、最初の方はフロンターレにも、食らいついてましたし、まあちょっと異次元に強かったんで、もうそれはしゃあないんですけど。まあ、トッシュは元気です。すごく。まあ、トッシュもね、ちょっとムラのあるプレイヤーだとは思うんですけど。うん、まあ、それこそまあ監督かってよかった。大熊さんはいい人だ。さすが清水サポーターからすぐ来ますね、大熊さん。でも私はかなり去年セレッソのゲーム見たんですよ、タツがいるんで、はい。はいはい。でもチーム本当に良かったし、かなり見たよね。かなり本当に見て、瀬古くんもいいし。あれ、ライブ、でもまだまだ。ライブやったよね、俺ら。ライブやりましたよ。どうするとか言って、セレッソのライブやろうとか言って。俺はセレッソのやっぱりいいサッカーしてたんで、ロティーナさんのサッカーめちゃ良かったんで、だからロティーナは。着るぐらいだったら、裏に来てほしいみたいに、すごい思ってて。いや、でももう、それはもう、多分もう僕らも9割ぐらいの人は思ってたと思いますよ。なんで、そうそうそう、いや、実際だから優勝って目標掲げて、まあ実際4位で終わりましたけど、うん、もし来年もロティーナさんなら、同じ優勝という目標を持ってできたはずの1年に、うん、なぜか、うん、まあ、クルピを戻して、世代交代、うんとかをして、うん、目標が優勝ではなく、まあ、トップ3っていう形になったんですけど、うん、いや、
なぜ掲げてた目標が下がるのだっていうのはやっぱありますよね。せっかく優勝っていうところまで考えるチームになってたのに、ここでまた、はい。いや、いいね、浜ちゃん。俺、今日、思ってるライブ以上だよ、今日。こういうの聞きたかったんよ。うん、だって、ほら。あの、まず最初にね、いつまでやってますかって、うん、まあ、基本的にはもう話ができて、乗って、まあ、この人が飽きるまでだから、基本は。そうあと20分ぐらいで飽きちゃうそうなんだけど。でも、今年は、うん、浦和の選手2人、加藤睦希と、はいはい、松本と2人、いい若手が行ってるから、はい、この2人使えると思うんですよ。うん、まあそうですね。で、クルピもやっぱ、レビーさんもそこは好きなんで、うん、若くてできる選手、はいはい、うまい選手っていうのは。まあだから、カジノさんもそういう選手を多分取ってきたんだと思うんですよね。はいはい。パパがちょっと説明して、その2人はどういう選手だったの？いやいや、熊エスよ。熊エス、あの、双子の加藤兄弟の片割れと、そう、あと松本はほら、翔平から、広島行って、で、今年レンタルかな、福岡から。そうです。期限付きで来ましたね。そうだよね。熊エス。二人ともいいから。そうそう。で、で、僕一番いいのは、好きなのは、小池。小池がちょっとくすぶっちゃってる感はあるんだけど、そうですね、ロティーナさんの時はもう全然出れなかったですね。でしょ？だけど、はい、もうほら、僕大学サッカーね、ヒムさんと彼とよく見てて、琉慶の時の小池は半端なかったから、もうめっちゃ速いし、ね、シントトロイデン行ったんだっけ。そうですね。めちゃめちゃすごかったから。なんか新居トレーニングすぐ反応しますね。そうそう。ついつい。一応ね、浜ちゃん、このパパ活がね、また面白いのがあって、橋岡大輝来てるでしょ。はいはいはい。橋岡大輝は、ガキの時からずっと面倒見てるんだよ。だって、橋岡大輝のお父さん、パパ活の射程だもん。おい、お前とか言ってた。いや、仲間です。そう、だから、で、シントトレーデンって言ってね、すごいこう、今日初めてシントトレーデンで笑った。まだ発表ないから、最近シントトレーデンの話があると硬くなるのよ、顔が。この人知ってるから言うの。で、面白いから俺言うんだけど。ごめんね。いえ、大丈夫。だから、それと松田兄弟、双子はやっぱり同じチームにいた方が、絶対にいいんで。そうですね。そう。だから不思議なのよ。だから双子が、ね、加藤兄弟は片割れしかいないけど、松田兄弟、2人揃ったから、そんなにちょっとプラスマイナスインアウトの、そんなに悪くねえんじゃねえかな。まあ、そうなんですよね。まあ、だから、僕も、新入、今年入った選手のその会見とかを見て、まあ、やっぱメンバー見て、入った選手は、悪くはないなっていう思いはあるんですけどね。これ、リアルですよ。はい。まあ、なんで、だから、あんまね、下ばっか向いてもしゃあないんですけど、うん、なんか、やっぱ、もうちょっと記者とかとうまくやってもろてって感じですね。うん、裏の補強より正直いいですよ。だよね。うん。本当に。俺ら、どうなの？いや、いなくなっちゃいましたね。まあまあまあ。です。タツに関しては。ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫です。帰ってきましたね。いない間、ちょっと立つの話をしようかと思ったんですけど、まあ、非常におとなしい性格なんで、あんまり話もしないようなやつなんで。そうですね。去年、だからコロナで、
春キャンプぐらいにちょっとだけ喋ったぐらいなんで、はい、あまりコミュニケーションそう取れなかったんですけど、まあ、イメージ的にはまあそんな感じですね。おとなしいというか。いやいや、めちゃめちゃおとなしいですよ。うん。で、お父さんお母さんも一緒に父母会の役員やってたんですけど、あのお父さんは本当に無口な方で、こちらから何か言わないと本当に喋らないぐらい。だから、タツも多分本当にそれぐらいおとなしい感じで、うん、サッカー選手っていう感覚は正直。まあ、なんかあれですよね。うん、なんかそのめちゃくちゃプロっていう感じでもないですもんね。その真面目です。とにかく真面目です。うん、はい。あの、あれでしょ、あの同じ同級生が小泉でしょ、はい、そうらしいんですよね。あの、F 島から前行くまで一緒で、はいはい。そうです。で、琉球経由で今年レッツに来た選手がいるんですよ、小泉選手って。いきなり来たらパツキになったんですけど。聞いたら、あの、坂本と同級生の。対照的なんでしょう、だから。彼も F 党なの ?F 党よ。あ、そうなんだ。それ知らない。丸々前行くは知ってたけど。丸々。あ、そうなんだ。で、だから、対照的だよね、それは。うん、今日点数取ったでしょ。そうだよね。金髪が入れてたなと思ったんだ。うん、今日点入れたんだけど、僕らあの、中浜ちゃんね、今日、あの、高原くんの、あの、沖縄 SV、沖縄 SV、はいはいはい、と練習試合だったんだけど、はい。まあ、裏列は基本アホなんで、YouTube チャンネル持ってるのに、インスタで中継するんですよ。インスタライブで。で、インスタでコメントオフにしてねえから、もうコメントバンバン飛んじゃうじゃん。あ、なるほど。で、見づれーってなって、お前、で、俺はなんかそういうのを見たんで、PC で用意したんだけど、この、PC 縦のまんまだったから、もう俺画面こういう風にして見てる。なるほど。しまいにね、もうパパ活とこれはもう見れねえよなって話になって、うん、もうずっとライブの間、あ、浦和レッドをディスるという。アホかお前らみたいな。うん、まあ、それはまあ我々のスタイルなんで。なるほど。こヨニッチの穴っていう。いや、きついですよ、ヨニッチ。ヨニッチの穴はちょっとね。うん、いや、ヨニッチの、その、もちろんプレーのその、質ももちろんすごいんですけど、クオリティ高いんですけど、やっぱヨニッチのすごいのは、怪我をしないのと、クリーン。うん、4年間いて、1試合だけなんで試合に出なかったのは。おぉ。もうやっぱそれは助かりますよね。うん、確かに。怪我をしない、カードをもらわない。やっぱり そのポジションでカードをもらわないとかっていうのは、うん、まあ、本当は素晴らしいよね。お手本になる。いや、お手本です本当に。うん、あ、小池ね、キレキレだったよね本当に。あ、そうなんですよ、小池キレキレ。インスタはないでしょやっぱり。YouTube でやってほしいですね。YouTube だと。そういえばさ、あの、今日、ハムちゃんさ、今日、パパがさ、はい、それで俺たち何を始めたかっていうと、はい、浦和レッズインスタあるのに、はい、インスタじゃん、YouTube があるのに、YouTube でやらないって言って、そうなったらちょっと興味が湧いちゃって、YouTube のチャンネル登録者数っていうのを調べたの。はい。J1 の。はいはいはい。知ってるセレッソ。ね、いや、でもそんな、パッとは言えないしね。セレッソはね、多分ここに少し問題が出てる。うん。去年の1位、川崎フロンターレは43,500人。うん。2位、グランパスは、まあ意外と少ないんですけど、34,700人。うん。で、名古屋グランパスは34,100人。まあ似たようなもんなんですよ。うん。ちなみに、まあ、我々の浦和レッズ。
まあ、これは違う意味でがっかりするんだけど、うん、36,800 円。うん、おお、意外でしょ、その、うん。意外ですね。うん、意外。セレッソ大阪は、ここはちょっと俺はね、あ、ちょっとここはやっぱセレッソ今弱いとこだなと思ったのは、うん、22,300 円。うん。うん、ねえ。まあそうですよ、ね、多分、コンテンツをうまく作れてないのか、多分そこに力を入れられないのか、うん、YouTube ってすごいこれ、ね、媒体だから、うん、絶対力を入れるべきなんですよ。うん。で、パパ活は知ってるんだけど、J1 で一番チャンネル登録者数が多いのはどこだっけ？さあ、どこでしょう？お、逆質問出ましたね。いいですね。さあ、どこでしょう？親分なら分かるだろう。1位ですか？あ、じゃあ2位先に教えておいてください。2位は、ヴィッセル神戸です。ああ。ってなるとさっき言ったように浦和レッズは大したことないです、3万6000。これがだから多分問題のところはあるね。だからこう世界で見ると分かるかもしれない。ヒント。これね、浜ちゃん、結構俺たちのワールドに入ってる。俺ら今マウント取ってるから、ね。いや、ただ単に。それはやっぱ、ヴィッセルがイニエスタのようなってことですか？まあ、多分ね、ヴィッセルは、それあると思うんだよ、戦略として、うんうん。イニエスタがいるし、海外にっていうのもあると思うんですよね。うん、マリノスですか？さすがです。さすがだ。さすがです。これは今ポンと入ってくんじゃねえの、投げ銭が。さすが、さすが、親分の企画十分にありです。さすがです。ありがとうございます。パパ活、これだよな、俺たちが待ってんのは。そう。やっぱ、親分のクオリティだね。高いよね。いや、今ね、パンと出ないよ。出ない。結構だってもうギリのところはもう一応検索する時間はねえし。うん、ヒントだってそう簡単なヒントじゃないもんね。ないよね。うん、結構今、ヴィッセルを2番目に出すっていうので、ちょっと違った。さすがでした。いや、ありがとうございます。まあ、たぶんね、やっぱりこのデータを見てね、面白いなと思ったのは、カシマントラーズ4万8800人なんですよ。約5万人、うん。で、第3位なんですよ。うん、第3位で、第4位が川崎フロンターレ。で、あとは、まあ、いわゆる第1世代のライバル同士。うん。レッツガンバ名古屋グランパス。レトロな匂いがするわ。はい、すいません。ありがとうございます。これね、これレトロの3強なんで。レトロ3強。今日はあれですからね、おみくじで引く強だからね。でも分かった。セレッソなんで少ないか、2万2千2万2千、はい、ちょっと分かった。これ言うと怒るかもしれないけど、うん、奈良クラブに持ってかれてんじゃない？違う？奈良クラブにそんなことない。色から何から一緒知らない人間違えちゃうんじゃない？ハマちゃん、はい、今日のぶっ飛ばしてください。すみません。ぶっ飛ばしてください。すみません。刺激で。ぶっ飛ばしてください。ちなみに、坂本のちゃんとはこのままですか？いや、坂本はちゃんとあるんですか？あります、あります。それこそ、なんか、結構期待値高く作ったんで。うん。で、僕はなんて言ったんですかね、ちょっと、即興で歌作るのすごい好きで。おぉ。それ最高ですね。似てるね、はい。それがいい、それがいいと思います。で、ちょっと手の込んだのを作ったんですよ、坂本くんのは。おう。そしたら、難しくなりすぎて、はい、みんな覚えられへんって言ったまんま、コロナになったので。じゃあ、ないんですね。じゃあ、彼に聞いてください。何くん、東洋の頃の立つのをちゃんとそのまま使ってくださいよ。聞いておきます。はい。あのちゃん結婚しないの？
あの、ももてぃんさんと結婚しますじゃあ。ああ、シティグループ最初裏にアプローチしてきたらしいです。ああ、なるほど。あのね、なるほど、ちょっとだけいい俺らの話もして。はい、大丈夫ですよ。多分一応まあ、レッツの好きな人も多いんで、あのね、今本当に危機的状態よ、僕ら。だってさ、この YouTube のチャンネル登録者数に結構驚きはないですか？まあ確かにそうですね。ね、あのほら、こうなんか、あのメンバーシップが、あの、気合を入れて、なんか、はみ出しちゃってますけど、あはは、って入れてますね。ね、ちょっとね、3万6000っていう数字っていうのは、どうなんだろうって思う。そうですよね。うん、その、スタジアムの収容というか、その、お客様に比べると、うん。列のファンの規模って考えたら、10万ぐらいはいてもおかしくない。うん。さすがです、トトロさん。さすがです。まあ、昼、僕らね、お昼に毎日ライブやってるんですよ。はい。アホみてえに、毎日1時間やってるんですよ。笑っていいともなんですね、イメージとしては。で、金曜日に友達の輪があるんですよ。ボスなんだけど。で、まあそこで、意外と、昼のライブは社会派の話もしたりして、まあ、政府がアホだとか、オリンピックやろうとしてるアホかとか、まあ、基本は、あの、みんなの不満をそこで述べてるんですけど。まあ、ねえ、その時に、この、今日のチャンネル登録数っていうのは、ズバリこういう部分に引っかかってて、うまく絡めてるんですよね。だセレッソもそうだし、浦和レッズはね、あの、じゃあコロナ終わったから埼玉スタジアムにお客さん満帆になるかって多分なんないと思うんだよ。いや、なんないでしょ。毎試合5万人入った時あるんだよ。まあ、まあ、やっぱそのイメージ強いですけどね、最初に行ったら。やっぱり毎試合5万人入ってる時ってね、街の感じが違かったもん。1週間、浦和レッズの話。で、アウェイがある。だから2週間ずっと浦和レッズの話。うん、飲みに行って浦和レッズの話。うん、歩いてて浦和レッズの話。だから潜在的な浦和レッズのファンは多いのに、うん、みんながその情報を今入れようとしてない。ええ、そういう感じはすごくしますね。うん、そして我が FUG にを見に来てくれるのがオールドファンばかり。いやもうそれはあの変わっていきますよ。いいのいいの、俺らオールドファンに対しての配信だから、うん、オールドファンに対してこういう若いサポーターの人を紹介してスタジアムに行くのを楽しくね。だって今度あなたが来てくれたらパパ活も行くでしょ。もちろん行きますね。遅くなかった今。お願いしますよ。いや、今、あれだからね、J1 で行けるクラブ、山本敬吾以来だからね。で、純粋な J1 の人は、山本敬吾氏は去年だから言ったの。12月の後半なんで、まだ、J2 を卒業祝いで言ってたんで。なるほど。次に来たのは亮太だから。J2 の主だから。え？そして、J2 の暴れん坊、ふみちゃんでしょ？で、やっとここから J1 路線に入ってくるわけですよ。ね、で、ありたいんですけどね、ちょっと、でこれ。次は誰を紹介してくれる？いや、で、でね、J1 の人をいくつかアプローチを取ったんですけど、はい、まあ、単純に都合が合わなかった。おお。すいません、都合があった方がいた。J3 に。どこに J3 に。いや、J3 ではなく、J2 になってしまいまして。全然、どこでも J3 でも、JFL でも、奈良クラブでも。
奈良クラブ好きです。僕奈良クラブの、あの試合の方いてるんで、あの奈良クラブいいでしょ。奈良クラブいいんじゃないですか。同盟関係にある。いや、あのもうね、応援してらっしゃらないんで。敵対関係、あ、全然全くそんなのはない。はい、まあまあ、一応それだけ聞きたいんだよね。どこと、そうそう、やっぱりほら、こう、これとこれっていう関係は、やっぱりウルトラスっていうのはそれ絶対あるべきだ。うん、いや、でもね、やっぱガンバー、潰そうみたいな。うん、でもガンバー、まあ、そりゃそうだよね。うんと、どうすかね、まあ、あとは、あとは、裏なんか仲いいとこねえんだから。ない。裏なんか仲いいとこだね。嫌いないな。そうっすよ。だから、うん、やっぱガンバー以外は。うん、そうだね。うん。うん、でね、ま、神戸とか京都とかとか、揉めることもないですし。で、僕はすごい不思議な、さっきから何回も奈良クラブ言っちゃうんだけど、はい、こうカテゴリーが違うんだけど、だって全く色から何から全部一緒でしょ、はい、まあ、ちょっと、そんなことなんかすごい不思議なのよ。まあ、奈良クラブの方がちょっと、なんかこう、あ、青寄りというか、まあ白とかもあります。そうです。セレッソは、ね、ピンクと紺なんで。そっか。うん。それ僕の勘違いか。ごめんなさい。いえいえ、ピンクのユニフォームみたいな、そうそうそう、奈良クラブも。そうそう。お友達紹介。そうですね、で、あの、いろいろ当たっていまして、で、うん、東京ヴェルディになりました。おお東京 V。はい。東京 V。ヴェルディになりました。ヴェルディのリーダーをやってる、慎吾さん。慎吾さん。はい。多分、りょうたさんと同い年ぐらいだったと思うんですけど。おお、じゃあ。知らないね、やっぱ俺はね。俺も知らないわ。うん、あ、でも、慎吾さん。慎吾さん。はい。東京 V。はい。どういう雰囲気の、あ、でもすごい、気さくで優しい方です。うん、出るかな？東京、ヴェルディ、慎吾さん。うん、なんかね、こういうの、すごい時代だよね、今ね。うん、なんか、慎吾さん。サポーター。あ、何、うん、セレッソはキャンプどこ行ってんの？あ、宮崎です。宮崎ね。はい。あ、なんかここにいるんだろうな、多分。結束って書いてあるところに、うん、あ、ヴェルディも今大変だよね。ね、大変だよ。めちゃめちゃ大変でしょ。めちゃくちゃ大変じゃない。だってなんか羽生さんがなんかいろいろ言われちゃってて。うん。なんか。多分、フルネームが。はい。お失礼。よかった。パパ活が倒れたんじゃなくてよかった。そうそうそう。加納慎吾さんっていう人です。加納慎吾。はい。で、最近結婚しました。あ、そう。で、嫁もがっつりサポーターしてるんで、奥さん、嫁さんも知ってるんですけど、はい。もしかしたら、ちゃっかり出るかもです、はい。あ、奥さんも？奥さんも、わかんないですけど。あ、いいですね。加納慎吾さん。じゃあ、加納慎吾さん、後で、はい、ちょっと連絡先を教えてもらえたら。了解しました。一応、いい人ですよっていう連絡が。いい人。あ、ヒムさん、ヒムさん。ヒムさん、ヒムさんは全員知ってんだね。ヒムさんすごいね。まあ、第一世代だからね。そうね。基本第一世代のサッカー周りにいる人間だからね。確かに。ね、嫌われて、かつあまり強くもない、ヴェルディ。なの
オーベルディ、1995年までファンでした。ベルディ散歩隊。グリッチさん、いきなり登場しましたね。まあまあ、あんまり。今年の AC リーグは2つの差。ああ。ありがとうございます。そうですね。裏はサポーターも含め ACL の価値を真剣に考えています。多分 FUG のこの見てくださってる方は多分我々散々ね、タツを押してたからセレッソ大好きですよ。あ、ありがとうございます。やったね、横浜 FC、横浜 FC でセレッソのライブ。そしたら、タツ対松尾になって、横浜 FC 松尾なんですけど、あ、なるほどなるほど。松尾がパパ活の息子の一つ、下。ユースの一個下ですね。ユースの一個下で、で、その頃も知ってて、はい。バカツは、はい。松尾のことを。で、もう去年も松尾と坂本が、もうとにかく大ブレイクなのを、もうシーズン前からこの男を当てて、もうリーグを盛り上げるのはこの二人って、ドンピシャで当てるわけですよ。本当、それはまあ、たまたまなんですけど、一応言うけどさ、あのたまたまで浦和レッズの順位、順位とか当たんないよ。それこそ一番のたまたま。いや、でもさ、あの、浜ちゃん聞いてよ、はい。いや、それだからと思ってさ、動画を作ったのよ。はい、俺ら順位予想したぜっていう。で、俺結構さ、まあ、そこまで手は込んでないんだけど、ちょっと忙しい時に頑張って作ったんだけど、全然再生回数伸びなくて。どうして伸びねえんだろうって。いや、セレッソはね、今年のセレッソは、あの、小池ブレイクするんじゃないかって、本当に思ってます。わかりました。ちょっとじゃあ、本気で思ってます。若干熱入れときます。これね、嫌われて、かつあまり強くもないっていうのは、今の浦和レッズのことだ。あ、そうなの。これね、最悪だよね。そう。嫌われて強いか、嫌われてかつめちゃくちゃ弱いんだったら、絵になるのに、嫌われて、ね、かつ、どうでもいい順位にいる。そしてこう古くからのファンにディスられ、ええ、どうなんだろうっていう。で、好きなんだけどね。ま、でもね、監督変わってよくなるんじゃないんですか。でも中身が変わってないからね。まあ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 、そうですか、ね、ええ、だってあれよ、練習じゃインスタグラムで中おお、ほんとよくわかんないね。意味がわかんないね。あれだって端末が熱くなっちゃうしね。あ、そうですよね。端末熱くなっちゃうからね。で、ましてさ、ライブでやらないでさ、金曜日なんだからさ、夜あたりに流しちゃえばさ、で、CM さ、10分ずつくらい挟んでさ、うん、そうすればなんかほら、行ってるスタッフのさ、宿泊費くらいになるわけだよ。うん。アホだな、と思って。応援メッセージと、投げ銭入れたらさ、相当になるのにさ、そうですね、頭悪いと思うねよ、これ。浦和レッズのスタッフの皆さん、多分聞いてたら、今回もまた吉澤が言っておりますので。でもそれ本当のことだと思いますよ、本当に。まあ、そうですね。で、私の電話番号も知ってるんで、電話かけてきてください。僕別にディスってるわけじゃないですよ。あなたのチームを愛して言ってますから。本当に、もう。それで、加納慎吾さん。はい。どんな風に、この、すげえ楽しみですね。まあまあまあ、あの、また、あの、いい話になると思いますよ。そして、初代、あの、スタートした山本圭吾氏から。はい。豊川亮太氏。はい。近藤文ちゃんと。はい。これまでですね、笑っていいともだとメッセージだったんですけど。はい。毎回必ず、あの、次の放送にも入ってくるっていう。
なので、あの全部、で、もうこれ、みんないいんですね。ちょっと来て、ちょっとずつ帰るって。今日、ふみちゃん、長かったんですけど。ふみちゃん、長かったんで、来週も来てもらおうかなくらいに思ってるんですけど。わかりました。じゃあ、パッと。ベルディとアルビレックスはどうなのかな。いや、多分、そんな、多分大丈夫だと思いますよ。やっぱ、多分大丈夫だと思います。一応今のサポーター界で言われてて、どことどこが良くないんですか？どこと、どこ、まあ、レッツは、いろんなチームが抱えてそうですよね。レッツはね、アントラーズはどう？いや、やっぱり、その、結構、アントラーズって、やっぱり、外には出てこないっていうところはあると思うんです。やっぱこうやって、こういう、まあ、知り合いゼロではないんですけど、やっぱ代表戦とかでもやっぱり、なかなか会えない。うん、で、まあ、やっぱチームによってそこはありますね。あるよね。だからその、アントラーズレッツは、それは非常に強い感じがするよね。うん。うん。なんでなんだろうね。皆さんぜひよかったら高評価をしてください。大阪の石橋ならつけて飲める。最後に一個だけちょっといいですか？はい。今気がついたんですけど、はい、川上くん戻ってきたんですね。そうですね。また、タツの話になっちゃうんですけど、はい、大学1年の時に、その、はい、堺、どっちですか？古い方は、ヤンマー、二つスタジアム並んでるんですよ。ああ、ヤンマー。総理大臣杯、夏に、はいはいはい、あそこでやるんですよ。はいはいはい、で、初めて東洋大学、タツとうちのせがれが1年の時に、はいはい、初めて初出場したときに、相手が大体大で、はいはい、この坂上くんがスーパーエースで大騒ぎされてた頃だったんですよ。なるほど。で、全く勝てないっていう初出場で言われてたのが、なんと勝っちゃったんですよ。だから、立つはちょっと感慨深いと思うんですよ、この彼と一緒に。ああ、なるほど。うん、うん。それ、なんかいつかあったら、その話を。了解です。彼らは相当、こう、なんていうの、緊張して、戦ったと思うんですけど、彼を、坂上くんを相手に、はい。今やちょっと立場が変わっちゃってるかもしれないんですけど、まあまあまあ、でも、うん、そういう関係なんで、ちょっと頭入れといてください。了解しました。また、お願いします、はい。はい。すいません、うちわ話。いえいえ、もう今日楽しかったです、はい。ありがとうございました、本当に。浜ちゃん、どうもありがとうございます。いえいえ。もう長くなっちゃって、すいません。いえ、大丈夫です。パパ活の様子を見て話したんですけど、やっぱね、坂本がいるチームだから、そうなんです、ね。すいません、本当に。いえ、全然、もう、助かります、本当に。うん、特別だし、あとは、パパ活今日良かったね、やっぱね。なんかね、やっぱ、すごく、女の子に人気があるチームって、こう、色のイメージなのかな？ごめんなさい。僕が勝手にそう思っちゃってるから、なんとなくゴール裏もちょっと軟弱なイメージだったんだけど、やっぱり浜ちゃんのウルトラっぽい気持ちとか、フットボールに対する気持ちとかっていうのが垣間見えて楽しかったです。いや、ありがとうございました。やっぱ、サッカー好きなんねっていう、それは当たり前なんだけど、そうだけど、その、なんていうのか、サッカーの話ができないと面白くないじゃない。まあそうですね。なんかバトルの話ばっかりになっちゃうと。うん、で皆さん、今から浜ちゃんがちょっとお帰りになるんで、1分間の間で浜ちゃんにメッセージお待ちしております。これ今一生懸命皆さん打ったりとか見ながらなんでどうやって打とうかとか結構大変なんですよ、これ。で、いつもお昼のライブの時とかも終わりになってからみんな、あ、どうもありがとうございました。終わってからどんどん入ってくる。先に言っといてあげる。まあ、僕らにすれば聞きたいことってあります？いや、でも、なんか、ここで聞けないことだったりとか、ちょっとあると思うんで、ちょっとそれこそ、直接お会いした時に、いろいろ聞きたいなっていう。俺らあんま基本隠し事ないんで。
いや、こうちゃんは人殺し以外は何でもやってる。だからしてない誰からそれ覚えたんだ人殺しだけはやってないけど、それ以外は何でもやってるよ。薬もやってないよ。僕、すすきので遊ぶキャラじゃないんですけどね、これ、ほんまもう。あのね、そうそう、神室さんはね、神室さんは龍慶大です、大好きだから。ああ、なるほど。いやいや、小池優太はいいですよ。あのね、すすきのはね、俺の同じ町の、やつが、バーやってるんですよ、サッカー選手。ああ、マジですか。どん兵衛っていうのやってるんで、それになんか機会があればね、代表戦でもあったら一緒に行きましょうよ。わかりました。見に行きますよ、テヒムさん。今度石橋を見ましょう。グッドです。アマさん、ありがとうございました。ありがとうございました。来週もこっそり。ああ、ぜひ、本当、はい、はい、もう。なんか考えておいてください。わかりました。基本みんな、現状は、飲み屋からですよね。いや、ブルーのメンデスでも歌ってくれればいいかな。そうですね。ちょっと準備しておきます。アマさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。小西さん、ハマちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございます。グッドマーク、よろしくお願いします。お願いします。アマさん、彼女にしたい女の子は別のチームサポーターだったと思いますか？何の問題もありません。ああ、いいね、ハマちゃんのね。アマさん、興味深いお話ありがとうございました。ありがとうございました。トシさんは、山梨でブドウ作ってるんですよ。マジうまいですよ。ちょっと住所は後で言います。来週の登場期待します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。俺の次は、飲んでるんですね。あ、これからもセレッソ応援します。チャンネル登録よろしくお願いします。なぜなら、来週も、ハマちゃんが出る。出ますね。ちだやまだ。ももさん、今年のセレッソ楽しみたいですね。ハマさん、ありがとうございました。ありがとうございました。大久保選手の話は興味深かったです。ありがとうございました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 。そして、セレッソサポーターの方は本当に優しいですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。お疲れ様でした。もう、そういうイメージで、これからも頑張ります。いや、めちゃくちゃ、ねえ、秋吉さん。めっちゃ人気ありますね。ありがとうございました。多分ね、コメント数は1位ですね。はい。セレッソからアビスパに来た。ああ、もう長橋君はそれこそ大学ナンバーワンキーパーだったんで、広田番長さんね。広田番長さんいつもお世話になってて、もうアビスパのサポーターの方もいっぱいいらっしゃってます。パフィちゃんどうもありがとう。ありがとうございます。これ最後に何言う？ありがとうございます。チャンネル登録しています。いいお話たくさん聞けてよかったです。ありがとうございます。普段、浦和レッズの話多くなっちゃうんですけれど、ちゃんと他のチームの話で、どういうわけかですね、セレッソの話は多めです。そうだね、本当に。正直なところ多めです。だって、あれですかね、去年、作ってるよ。坂本の話。坂本にどうやって勝ったらいいのかっていう、これ。切り返しの狼って入れたんですけどね。坂本を止めろっていうのを。俺らの方が早いよね、その今着てる T シャツより。切り返し T シャツ。それより俺らの方が早いんじゃない、昔さ、池澤聡先生のサーキットの狼ってのが、多角形のコーナーリングで。ロータスヨーロッパ。ロータス。そういう世代なんで、これはもう切り返しの狼だなって。ぜひ、切り返しの狼で使ってください。わかりました。ほら、無口だからさ、いや、もう、喋らすような、なんかやりますわ。はい、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、
ちょっとまた連絡させていただきます、ね。はい、了解です。すいません、ありがとうございます。チャンネル登録してもらってください。よろしくお願いします。了解です。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。なんかもういろいろ、あれ、ノーズゲートさん帰ったんじゃないの？あれ、かわいいです。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここで失礼いたします。チャオ、おやすみなさい。皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。あ、パパ活。はい。帽子できたんですね。帽子できました。ニット帽できましたよ。帽子できたんですね。はい、帽子、感じがすごく良くて、もう、お届けできてるんですよね。はい。オーダー入った方は送りました。はい。なので、思いのほか、はい、いい感じでできておりますので、はい、このマークよりやや小さめで、そうですね。1センチ小さいです。入らないんで、それだと。やや小さめに、入っておりますので。ベースに写真入ってますから。はい。ぜひ、そちらの方で、はい。はい。お求めいただければなと思います。あと、はい、こちら。はい。あと、あなたが着てるそれ。はい。これ。はい。はい。これはもうないんだっけ？そうです。それもあります。若干。これない、あるんです。線はないです。線はないんだ。はい。線がないけど、若干これもあると。はい。いうことですので、よろしかったらお願いします。はい。今日のコメント欄は賑やかですね。楽しかったです。はい。ありがとうございます。皆さん。FUG、フットボールアンダーグラウンド。あ、楽しみですね。すいません。FUG、オーランダグランド、あ、ま、な、ま、大丈夫か眠いのか、うん、そうですね。FUG フットボールアンダーグランドウルトラス、埼玉。ファイター吉田君と、勝野さとしでした。おやすみなさい。皆さん一緒に、チャオ